気分次第にちょっと僕の原因が分からないので <laughs> では3秒前です嘘嘘 <laughs> オープニング音楽流します 皆さんこんばんはやってまいりました火曜の夜7時エリュの愛でオープンザセサミ始まるよえー、皆さんこんばんはでございます今週からエリュ一人ですねマサトいませんでもなんかね、えー、来ると思いますよそのうちはい。えーっとですねなんかちょっと今日音の響きがヘッドホン違うかなという感じがしますがキャンキ,ュンキャンキャ やだーキャン君、今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいなんだろう、なんかちょっと響きがなんか雑音が入ってる感じですかなんかねなんだろうな、これなんて表現したらいいんだろうなんかあの ちょっと違うところに響いてるような音、<laughs> 分からん <laughs> ちょ僕の方のモニターでは普通通りに聞こえてるのであ、あ問題はないかなとは思うんですけど、ーえー、先週、YouTube とかお聞きになった皆さんは、エリオとマサトと、ね、局長だったかな、先週、はいあの、キリギリスになったんじゃないかと思ったかもしれませんが、はい、まあたまにああいうことも、あのなんかね。 アクシデント的にあるのかなーみたいな原因が分からずという感じでございましたけどねそうですねまあ今見た限りでは、まあはい、ちゃんと音声レベル触れてるので,、はい、よで問題なく放送できてるかなとは思いますなんか先週バーンってなんか大きく触れてるとかって局長言ってたああ<ー>、うん、んかちょっと様子がおかしかったですね,やっ,りね,ねやっぱパソコン自体も重かったりとかなんか,なんか取りつか <laughs> れてたのかしら <laughs> はい パソコンが <laughs> パソコンが何かに取りつかれたということで。はい、えっ、ー、とすいません電話が入りました。<laughs> もしもし。<laughs> すいません今番組中です。<laughs> <laughs> 番組中です。後で YouTube チェックしてください。<laughs> はい失礼します。よろしくお願いします。<ー>い, <laughs> <laughs> いいですね。<laughs> はい、あの後回しにしても仕方ないみたいなね。はい あのー、なぜか皆さん、あの、火曜日になると私に電話したくなるという、<ー>なんか、衝動に駆られるのか、電話がかかってくるんでございますよ。いいですね。嬉しいですね。はい、<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> この2時間仮面してみたいな。僕、はい、電話あんまりかかってこないんで。 あみんなメールととかかラインとかが多いですねうん、うん、直接話しする相手があんまりいないですあなんかこう文字言ってんのが面倒くさくって、はい、もうこんなにやるんだったら電話したらいいじゃないみたいな<ー>これはやっぱり年のせいかしら。いやーまあでも僕もそっち派なんですよ分自分でかけたい派なんですけど。だよねな、はい、なんかとなんかかとこう このメールのやり取りだと会話弾んでるのに、はい、実際こう電話するとなんか大したテンションじゃないとかね <laughs> いますよねいますねえっとあの初めましてじゃないんですけど初めましてと言われたあのあの <laughs> どどなたさん <laughs> どちら様ちょっと自己紹介お願いしますお願いしますお願いしますはい、えー、見習いの松岡です松岡さん、はい、え沖縄の方なんですか土屋が鹿児島ですねお父さん鹿児島 お母さん沖縄のハーフで,で、はい、あらまあそうでございますかどうぞよろしくお願いします <laughs> あの今日あのキャンクがねちょっと打ち焦ってちょっと抜けたりするときにあのどんどん突っ込んで困らせるわけではないんですけどやっていきたいと思いますいいよと、えー、とえすみません今日キャンクこのコメントちょっと拾ってもらってよろしいでしょうかはい、はいえー、少々お待ちくださいはいちょっと曲の準備で <laughs> あそっかじゃあ私行きますはいすみませんはい、えー、今日の一番乗りは一服堂さんでございますこんばんはと来ておりますねこんばんははい Z さんもこんばんは エリウさんで、はい、よろしくお願いします。一服堂さんからね応援が来ております。頑張ってと、はい、えー、っとエマさん、こんばんは。電話だと長くなっちゃうの？確かに電話、私も長電話の方なんですけど、はい、どうです？僕は そうです、ね、僕も結構長電話派ですね。なんか盛り上がってくるよね。盛り上がってきますね、うん。なんかよく言われるのが、あんまり電話でこんな長く話したことないんだけど、とかって、ごめん、耳痛くなってきたら反対に変えるねとかよく言われますもんね。あそうなんですね。<laughs> 言われる、言われる。長いですね、これは。長い,長い、長、はい。もう、なんかあの、子供の担任の先生とかと話をしてて、はい 生電話になったこともありますね。盛り上がっちゃって。<ー>あの今ちょっとお休みしてるんですけどね、先生もね、早く元気になっていただきたいと思います。えー、皆さんは1週間、どんな風にお過ごしだったでしょうかどうやって過ごしてました一福堂さん、エマさん、Z さん。 はい、きょん君どんな一週間でした?。僕は、まあ、結構パタパタしてた一週間で、はい、特に週末とかは。そうよね、はい。また別のイベントとかで、仕事してたりするので、引っ張りだこだもん<う>ね、はい。で、また新しい仕事入ったりとか。そうよね。それで、ちょっと挨拶行ったりとか。ああ、ね。ちょっとワクワクしてます、今。なんか、あの、手帳を開いた時に、どこに入れようっていうの、あれ、ちょっと嬉しい嘆きよね。はい、で、その、まあ、新しく入れようっていう日は、すごい結構過密スケジュールになりそうでうわー。 <laughs> <laughs> 移動時間をもう計算しつつのし,しつつのうわすごいですねイエイエ、はいえいえ私もあの今週末えこ金曜日って今週末なの金曜日まあ金曜日、うん、微妙よね<う>今週末って土曜日よね、はい、じゃあ今週末の前の日金曜日によくあのずっとね皆さんにも言ってたイベントビリケンナイト えー、なんかいい感じで集まってきてくださってねあ,ありがたいですねそうありがとうございますでございますよなんかね、あのー、なんかこうみんなこうなんていうのかな 一人の人から次の人、次の人から次の人みたいな感じで、なんか皆さんが人を集めてくれたみたいな、<ー>あらと思って、え、何人よねとかっ言ったら、<ー>エリュさん、名前もれてますよとあら、ごめん、ちょっとやってもらっていいとか言いながら、はい、なんか皆さんがすごく、あの、いい感じで。 なんかみんなが作ってくれたライブになりそうね。いやそういうのが一番素敵ですよね。ああなんか私あれみたいな、はい、皆さんありがとうなんか逆にあのみんなに時給払わなくちゃないんじゃないのっていうぐらい <laughs> いやあのマイでやってくれる。主催からしたら確かにちょっと気つきますね。そうなんかね普通こうやっぱり主催頑張らなくちゃいけないじゃない、ね、いや頑張ってんですよ私、はい、頑張ってはいるんですけどなんかそれ以上に皆さんはあのー、ねライト兄弟の、うん おじさんの話って知ってます？おじさんの話はわからない。はい、あの、えー、ライト兄弟が、あのー、この飛行機を作ることをみんなにこう勘違いだとか言われてたじゃないですか。言われてましたね、ねだいぶ。そうで、あのライト兄弟をやっぱり心配しておじさんがね、うん、お前たちみんながなんて言ってるか知ってんのかと、そんなことやんないでまともに働けと。でも二人はいや。 おじさんこれはねって言って俺たちの夢なんだ頑張るよって言って頑張ってたらしいんですであんまりそう言うからじゃあおじさんは温かく見守っておこうと思ってあの見守ってたらしいんですねそしたらある日あの兄弟がおじさん成功したよ今度あのこの飛行機飛ばすから見に来てよって言ったらしいんですよそしたらおじさんがちょっと待てお前1ヶ月ぐらい待てないかと。 うん、そしたら、え、なんでいや、あれだけみんながね、お前のこと気違いだなんだって言ってたけども、それを、こんな、本当にそれが実現するんであれば、みんなにも見てもらおうじゃないかと。うん、あの、の場所を提供したい。そう、このみんな飛ぶ瞬間をね、はい、みんなにもそれを見せようって。 そうしたならばきっとお前たちがやってきた努力が伝わるんじゃないかと。でおじさんがこの町中の人に「いついつねこうやって飛ぶから今までねこう頑張ってきたのを、あのー、披露するから来てね来てね」はい、ってこう口コミでみんなに伝えてあるって言ったんです。えー、で,でそのおじさんがなんかやっぱり言って「何言ってんだよ」みたいなことを言ってこない人「おそうなのじゃあちょっと行ってみようかな」と思って来る人「はい、やっぱりやったか?」って言って来る人。はい、でこの,あのおじさんがつまり伝伝えて伝えて で伝えたことによってあのそのライト兄弟がね飛行機を飛ばす日みんなは夢と感動をもらうわけですよ今までバカにしてたくせにでライト兄弟がこの世に知れ渡ったのもこの広めてくれるおじさんがいたからじゃないでだから私ね今回ねこのトークライブやるのにあたって 私の周りにはこんなたくさんのライト兄弟のおじさんのような人たちがたくさんいるんだと思ってうれしくて、はい、いや何私、なんかえっ、ー、みたいな超うれしくて <laughs> えっ、ー、みたいなで本当に次会なんか準備してなかったんだけど、はい、やっぱりトークライブだと質疑応答って Q&A できないのでまた二次会の席を格安でちょっと準備して。 であのー、皆さんの Q&A 実は自分こんなのね悩んでるんですけどねとか、うん、こんなことどうしたらいいですかとか今回のテーマは自分の中でみんなにはこう伝えてなかったんですけど成功者になりたい人っていう人を私の中でコンセプトで置いてたら、はい、不思議なことにあの起業家の人たちが <laughs>。 集まるんですよ。ほとんど。すごいですね。そう。<ー>びっくり。で、いつも男性女性が本当一対一。の割合で集まるのが。今回女性が。え、女性の多い。多いんですか。多い。えー、女性が二。男性が一。みたいな。はいはい、だから。今、よしやるぞっていう女性が。本当に増えてきて。うん、で、新しいことにチャレンジするってことに切り替え。 をするのが、うん、女性の方が早いのかもしれない。今結構多いですよね。ね本当に世の中の起業化される女性の方だいぶ増えましたから。ね、で女の人って脳が柔らかいんだって、うん、だからこの男性の場合だと。こう、あの、すべてデータとかね、はい、こういういろんなものを見て、よしってこう決めるらしいんだけど。やっぱりその辺女性の人はね、うん、んなんかこんな、うん、なんか第六感みたいなの、ね。はい、いけるかもみたいな。やってみて。そうそう。 進めればいいででしょっていう感じですよね、うん、で女性の夢ほんと可愛らしくってキラキラしてて、うん、なんかこう「何したいんですか?」って言うと「私はね」みたいな「これからね」みたいな「私の時間をいっぱいもう満喫するの」みたいなのがすっごいキラキラしてて、うんもう「私の夢はシェルター作ることなぞ」みたいな、はい、あの地下シェルター私土臭いなと思 <laughs> <laughs> でもなんかこうそれも、はい、サウナもありおお <laughs> 最高じゃないですか僕だったら防音室作りますね <laughs> そうカラオケルームありそうね絶対私カラオケルームは欲しいのでとびっきりなんかこう おいしいものも食べたいのでそういうシェフもありみたいな厨房環境もちゃんと整ったシェルターみたいなでシアタールームも絶対欲しいとかってこといいですねそしたら「それってシェルター?」って言われて <laughs> シェルターはストレスがねたまりやすいからねとかね言いながら <laughs> なま,まあでも今のシェルターはなんか結構そういう用途のもの多いらしいですと、ね、ごいい、あのー、本当に津波とかそうね 核爆弾とかのシェルターってて販売されてるんですようん、うん、あ見た見たでもそのシェルターなんですけど、うん、ふ普段はだから活用でできなないいじゃないですかうん、うん、そういう避難用って考えたらうん、うん、でもそれをふ段から活用できるように酸素カプセル機能がついてたりとかあ素晴らしいっていうのが一応今結構人気だそうですそうよねなんかさ、うん、いざこのシェルターを使わなくちゃないっていう時はシェルターとして使うけど、はい、普段はじゃあ あのお金もらって <laughs> あの酸素カプセル入りますかとか、うん、ちょっと一人ムービーやりますかみたいな一人カラオケしますかみたいなのでこうやってったらその,あのなんていうの徴収金じゃないけど頂、はい、い,いてお金でまた設備を整えておくことできるもんねんなんかあれですねやっぱり活用できないものを買うってすごくもったいない感じですものにしちゃえば さすがキャンクあなたって素敵 <laughs> うわき <laughs> <ら>すごいなこれ見た時にあ僕も欲しいなって思いましたもんね <laughs>、えー、ちょっと今度あの時間取ってくださいほんとんかそういうのいいですよね、はい、なんかもちろんこのシェルターが使わなくちゃいけないような状況が起きるのは困るけど、はい、でも世の中何が起きるか分かんないわけじゃないですかあれば憂いなしそう、はい、ほんとほんとだってさ、うん、昨日昨日,昨日かしら 千葉県でまたね地震があってでその何日か前か新潟の方でで今日なんかロシアの方で今さっきだよ6.6マグネチュードうん安心できないわよ中村さんだっけ松岡ですあ松岡さんごめんなさい失礼いたしましたはい名前の覚えるのが苦手なエリューでございますが覚えたいと思います松岡さん松岡さんはいケーはいそんなコーナーで今日のテーマでございますが うん、なんだっけ <laughs> あれ？ちょっと今日は僕も戸ってないんでよね。あれ私今日のテーマってなんだっけ？あ分かった。良かれと思ってやったのに。<ー>はい。よかれと思ってやったのにでございますよ皆さん。はいはいあの皆さんどうぞね自分の周りで起きたこと自分がやったことやられたことでこう思ったよとかねそんな感じで今日も皆さんの ね、お耳が2時間こちらに傾いててくれたらいいなと思うわけでございます。ではでは20秒後やってまいりたいと思いますよ。なちょうど <laughs> 緊張します。いつ来るんだろう。う <laughs> そのままこれ最後まで流して見変えましょうね、はい。やっぱりキャンクのあれは。 もうありがとうございます。そういえば、自分もたまたま先週あのテレビでライト兄弟の話をしました。おお、うん、タイムリーだとタイムリーだと。すごいびっくりしました。<laughs> じゃあ、マイクあげますね。はい、皆、はい、さん、テーマでございますよ、テーマ、テーマ、テーマ。えー、んさっき言ったばっかりなのに よかれと思ってやったこと、よかれと思っていたのに、がテーマでございますが、皆さんはどうでしょうかどうぞ皆さんメール、ツイキャス、コメント、なんツイキャスとコメント一緒かなまあそんな感じで送ってくださいまし,しな。はい、えー。そちらでなんかちょっとね、っていう方は、あのー、Facebook?LINE? 使っても構いません。まあ拾えるかどうか分かんないですけどね。はい。一番安心なのはツイキャスかしらメールとか。うん、はい。えー、皆さんから集まってくるまでの間、今出ているコメント読ませさせていただきたいと思います。一福堂さん。相変わらずやることに追われてあっという間の一週間でした。ああ、一週間ね。エマさん。やらないで後悔するならやって後悔したい。私。私も一週一週一緒一緒。えー、と,意外と、意外とやって後悔したことは一度もないです。 確かに私もねやって後悔したことってまあ数えるぐらいしかないかな一つや二つぐらい、うん、やっておけばよかったなの方が多いなああそ,れそうですよねやらなかったことを後悔することの方が多いんですよ、うん、絶対多い、うん、多いねえー、今日のテーマの間はビリーブ特集でございます流れる曲すべてビリーブ信じるでございますよねす今全部ビリーブを用意しましたありがとうございます いろいろ混ざっています。はい。はい、えー、どんな曲が流れてるんだろう。今ちなみに今流れているビリーブは、はい、えっとフォルダ5、はい、ーファイブのビリーブ、えっとワンピースの主題歌だった曲です、ね。ああ、はいはいはい。すみません、ちょっともうちょっとボリューム上げます。はい、聞かせていただいていいですか。これぐらい。ああ、もうちょい？もうちょい。いい感じでございますね、はいえー。そんな感じで皆さん行きたいと思いますね。えー、とかっとカちゃんがキャン君、エリュウさん、こんばんは。占いますよ。お。 そうか、アイコンがこうなってから占います、えー、かっちゃん、早速私の,あのことを占ってくださいますしなはい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 、一福堂さん、特にテーマってのはないんですけどおせっかいな私です、なんかかまってしまうの、あなるほどね、うんあの、じゃあ、かまってちゃんとかかまちょのことが好きなんじゃない、はい、私ね年かなかまって 欲しいいっていう雰囲面倒ににくさくなる面倒くさくなる <laughs>「いかにしてよ」とか思って「ーはあ?」ってなってすごい冷たい目で見てしまう、はい、何言ってんのに自分自分が動くのでさえもよ,よいしょなのに誰が構うかみたいなねふうになっておりますがはい。 <laughs> じゃあかっちゃん、エリューさん何座かなって私を見て、何座だと思いますか、はいえーと、エマさん、わかるってそうでございますよね、なんかね、前はね、尽くして、尽くして、尽くしたいタイプだったんですけど、今はどっちかっていうと、自分のことは自分でやってくださいねみたいな、そんな感じです。どうですか 自分結構かまってちゃうんですよ。ああキャン君ならみんな許すんじゃない。あのー、家でだからしょっちゅうボケかまして、うんうん、もう親と妹にスルーされてるみたいなね。ああなるほど。<laughs> あなんか今の聞いたらなんか一瞬で分かったのがあの相手によるということですね。<laughs> <laughs> そのかまってちゃんがどんな人によるかで、はい、あオッケーみたいになるんでしょうね。はい、この頃はやっぱりさっき言ったようにあのー、なんかこう。 起業家の女性の方たちと話をすることがやっぱり多くてあのだからなんかどんどん男らしくなっていく男気が増えていく感じの空気感のところにずっといるのであのみんなで「ちょっと私たち大丈夫かしらと」となんか「大丈夫かしら」って言ったらある一人の女性が「そんなの。 あの、余計なお世話よって言われて、<laughs> あ、そうね、まさにそうね、と思って、ああ、そうね、ってこう、でも、こっち側の、そうじゃない女性陣、ほとんどの人、そうよね、ちょっと私たちは女を捨ててるかもね、みたいな感じで話がなってきたんですけどね。はい。えー もうエマさんすぐこうねコメント返してくれる嬉しいですよ、そうですよね相手によるんですよね、<laughs> はい、一服堂さんだからいろんな悩みっていうか、迷い事を相談されてしんどくなるタイプ、じん結論、自分で決まってるのに相談されるの、あそうよね、大体いい相談するときってそうですよね、うん、こういう、本当はこうしたいんだけど、こう言ってもらったら、安心して進めるから相談するみたいな。 特に女性の場合は多いいですね後押ししてしてほほあーなるほど自分の中で答え決まってるから、うん、だから男性とよくトラブルになるのは男性は解決策を求めしすぎちゃうので、うん、だからあの自分の求めてるものを言われてない女性はプンって怒っちゃうあーそうなんだ私ねあまり相談しないのよ僕も相談しないです たらその人がせっかくアドバイスくれてるのにそれに従わないと悪いかなって思っちゃって <laughs> ーでノーだけどこううんわかったみたいにそうだよねって言ってそれに従って失敗して腹立つことが多いので <laughs> だから相談しなくなったかかちょっと男性的なのか,な、ね、<laughs> だから一人なのよ <laughs> <laughs> まああのー、ですね、あのー、決して皆さん勘違いなさらないでくださいね、うん、私は望んで一人なんですいいですか、うん、望んで一人なので心配ご無用、はい、孤,独孤独と孤高は違いますから、ね、そうです、はい、私どっちに見えるもうやはり孤高ですよねありがとう <laughs> <laughs> まあ僕もそうなんですよ孤高こ,ここを目指して <laughs> <laughs> 目指してるのね <laughs> そうねで、まあ、でもたたまに甘えたいんですけど <laughs> <laughs> 私ね どうかな甘えたいって思うとやあるかななんかさ、あの、うん、あのね、甘えて、なんかこう、なんとかなのよねみたいな感じでもう、みたいな。甘えた後に、ずーっとなんかこう、よしよしされるとイライラしてくるので <laughs>。<laughs> だから、甘えない <laughs>。なんかちょっと支えが欲しいんですかねどちらかというと。 僕はああなるほどね甘えるともちょっと違うのかなって思うんですけどなるほどね、うん、一人でいるのに慣れすぎちゃってあ<ー>このままじゃいかんと思ってますあそうねまたこのままじゃいかんと思,う思ってほしい年頃よ私は <laughs> いやこのままでちょっとみたいななんかね一人の心地よさみたいなのを、はい、なんかこう持っちゃってるんだろうね結構私たちのね <laughs> になるとと多いと思う <laughs> でも一人って結果的に気持ちいいんですよね。ごめん楽を選んじゃって、はい、なんかねなんかすごい自分をやっぱりしっかりしてる人はやっぱ一人の方が <laughs> 楽っちゃ楽なんですね,ねじゃあしっかりしてるってことでいいのかしら私も <laughs> あなんかそうだといい <laughs> いやもちろんですよ <laughs> なんかね本当に、はい、あのなんかねこの 例えばどっかに行く時とか、うん、そんな時にあのいちいち誰かと打ち合わせをし打ちち合合わわせせを待ち合わせなんていうのそういうううののそ待ち合わせじゃないですか。とかお約束をしてこうよね、はい、あ,あよねじゃあ、はい、その時間にするうん、うん、この時間がいいんじゃないとか、はい、あと映画見るにしても何見るこれよねとかあれが面倒くさくて。 珍しいですね女性はなんかそれを楽しんでる方の方が多いのかなっていう印象あそっかそっか私ねあれがすっごい嫌なの僕もうん,うん逆に自分がなさすぎてみんなに怒られるパターンですかねああななんかねこうあ今日例えばあのよく仕事で東京とか行ったりした時なんかもあのすっごいこう本当もう20年以上 お付き合いののある女性の方で本当に大好きなお姉さんのようでもありもうんだろうお互いが一緒の本当に部屋にずっといても平気なぐらい気心の知れた人ででその人といた時にあのそういう話になってねなんか面倒なのよねってやっぱり一緒に加えてって大事よねって話してた時に。あの じゃあお昼何食べるって言って私肉食べたかったのそしたらパスタがいいって言った瞬間うん <laughs> この二人でもこうなるかって思うんで、はい、そっか私は肉が食べたいんだけどじゃあパスタいきますか、うん、私今朝食べたけどとか言うんで、はい、じゃあ肉いこうって言いながらじゃあ肉肉って言いながら二人で歩いてたのにパッて中華見たら中華に入りますかみたいな <laughs> まあそこでなんかおおあの収まったんですけどね、はい、でもなんかこう あの気心が知れてても、うん、このパッ,とパッとインスピレーションで言ったようなことがずれたりしてでも嫌ではないんですけどでも気心ほどほどの関係の人とめ、はい、待ち合わせをしてあのじゃあこうするああするこの時間もったいないなと思っちゃう,うんやっぱ時間で考えちゃうんですよね。そう ちょっと痛いお腹もよ、私。<laughs> 慌ててますけどね、えー。そう、私ね、なんかね、うん、例えば約束とかしちゃうと、あ今朝こう、例えば朝起きて、あーだるいな、今日ちょっと、もうちょっと寝れたらなって思うときでも、約束をしちゃうと、仕事以外で約束しちゃうと、またこう仕事をこなすような気分で、うん、あ何時まで動いてこうしなくちゃ、ああしなくちゃっていうのがあんまり、うん。 でもあのーうん、これ大学の時に習ったんですけど、うん、文化人類学っていう学問があって、はい、それにそれで言うと人と仲良くなるためには無駄が一番大事らしいですあすらねそれはそうよね無駄の共有できる中が一番この社会性を保つ仕組みって言ってました、うん、そうよねだからママと元か <laughs> 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 えっとですねまあ <laughs> 一番、まあ、このじ文化人類学で言ってたのは、まあ、あれですよ。あの、宮古島の、お通しとか。うん、どなた。おとおり、あの、ぐるぐる回る。ああいうのって、世界的にも、いろんなところにあるらしい。ああ、そうなんだ。でも、無駄な文化じゃないです。具合悪くなりそうですね。で、でも、ああいう文化があるところは、やっぱり、その、まとまりが強いというか。確かに。 社会性が強いいらしいですあの私ね、あのママ友と,もと <laughs> エマさんに笑われてますけどね、<laughs> あのね私、やっぱりなんかそれがちょっと足りないかもしれない、だってね、みんなと会ったときに、うん、ごめんね、私、1秒とか1円だあの、無駄にしたくないのよって言って、うん、だからあの、好きな人とか、一緒にいた人としかいないのよねって。 まして今仕事忙しいしって言ってるところから私なんかだめなんだろうね、うん、でもそれってだめなことじゃないと思うんですよ、うん、何かをやっぱりなす人っていうのは何かを犠牲にしないといけないわけじゃないですか、うんうん、だから別に人と仲良くなる必要だって本来はないわけです、うんうん、なんかね今本当にこの本当このなんだろうなあのし本当そうで仕事面白いのよめっちゃくちゃ。そうそう であれば本当にそこに突き進むために逆にいらないものをやっぱ削らないといけないってことですよね。うんうん、ねでなんかこう,、うん、こう目に入るもの目に入るものすべてがこつながっていくというか、はい、えこれとこれがここに繋がったかみたいなだからねそうなんだよねうん私ちょっと性別間違って生まれてきたから <laughs> 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 まあねはい、えー、Z さん えー、経営者は無駄な時間で忙しいんですよね、接待、ね、とかなんとかね、まあ、私も経営者ですけどね、すごい傲慢なのかもしれません、許してくださいませよと、コメント来てますね、お、は、っ、い、おっ、おっ、すごい、えーっと。一服堂さん、これは読んだな、えー、っと、エマさんからいるいるってどこの部分で言われたかがわからないけれど、いるいるってありがたくも感じますね。えー、一服堂さん ああこれも4あそうか私に相談されたら全部いけいけって後押しするよって <laughs> あるあの100%正解で超無責任というでもその無責任さんが愛だよね一福堂さんの場合はねえー、エリュうさんめっちゃ予防せはってるそうでございます <laughs> バレバレですからね一福堂さんにはねそうですよ私はそうですよはいそうですねはい。 これでいいのかなえ、なんかごめん、キャン君おかしくしちゃった、はい。あ、ちょっと今行きましょう、ね。はい、すいません。はい。えー、こんな感じで、今時のことにが苦手なエリューでございますが、えー、皆さんは、あの、どうですかね、あの、なんか、よかれと思ってやったのに、なんかもう、余けなお世話よって言われたりとかね、どうです、皆さん。はい。あの、お寄せくださいませよ。はい。えー、一服堂さん、えっと、 あ、喧嘩中なんですね。いいですね。いいですね。僕もしたいですね。喧嘩つ。なんか喧嘩つっていいよね。いいですね。うん、響きが。いいよね。はい、うん。私いてちょっとキュンとしてるのがあの久保田くん。あのなんだっけあの放射線科の。はいはいはい、はい、うん。あ <laughs> よかったみんなーって今こちょっちの二人で言ってます。はいはい、あの久保田くんがデビュー当時から大好きで。 もう超好きなの今回のラジエーションハウス面白かったです私ねでも最終回見れてないのあそうなんですかどうだったの言わないです絶対見た方がいいですよオンデマンドで何で見ればいいの t v ー。ティーバーで OK 分かった t v バーどうやればいいのアプリでダウンロードしていかないいければ。わかりました見るぞもう大好きなのよ超好きでもうあの子がドストライク それ言ったらみんなに「はい、えっ?」て言われるいやでもすごい素敵ですよね<え>演,演技すごい変わるじゃないですかそう役によってすごいよね、はい、私ネットフリックスもフールもあのも久保田君が出てるのを全部お気に入りに入れてるの「あのー、東京グール」っていうアニメの映画化された実写版があるんですけど、うんうん また違う雰囲気を出してうもう見なくちゃ見なくちゃ見なくちゃ今日帰ったら見よう,うちなみにラジエーションハウスあの恋敵2人この東京グルールでもライバル同士なんで、うん、あそうなんだどっっち勝ったの、はいえー、戦いなんでね、まあ、勝ち負けではない,いんですけどこれがまあライバルとしてちょっとね<ー>ストーリーにいろいろいい感じになってくるんでんあ,興味ある方はあひ早く帰らなくちゃ <laughs> <laughs> 私大好きで、はい、もう超好きで。 もうあの子がデビューあの子がだってあのー、久保田君がデビューした時昼,昼のドラマでデビューしてて、はい、そう,なんです、ね、そうあの時はもうちょっとねなんかぽっちゃりしてたというかぽっちゃりっていうぽっちゃりではないんだけどがっちりぽっちゃりなんかねそんな感じで、ねうん、素敵な役でしたよ<ー>、うん、ちょっと気になります、ね、そう年上の女性と恋愛する話で、えー、でその時にこのこの年上の女性の あの彼がなんか事故かなんかで亡くなるんだけどで彼もすごい彼女のことが大好きでだからその時こう入院してきたこの久保田君に乗り移ってというかまあ日本版のゴーストみたいな感じでこう入ってでなんかこの気づいてくれよって感じなんだけど最初彼女は全然「何言ってるの?」みたいな感じだったんだけどでこうお互いにそれが分かって。 この恋愛していくんだけどやっぱり年の差があるので、うん、あの周りは大反対したりとかで最後にこの彼があのこの久保田んの中から出ていくんだけど、はい、そしたら不思議なことが起きたのこうすれ違うんだよねでお互いこうすれ違う知ら全然知らないって感じ彼女も知らないみたいな素振りで、はい、でも彼女は分かるわけじゃないで全然知らん顔で通り過ぎるんだけどそしたらね 久保田くんが、彼女が吊り去ってって、振り向いた、一度立ち止まって振り向いた気配がなくなってから、立ち止まって振り向いて、僕は本気であなたを愛してましたっていう、えー。えだから、久保田くんの若い子の役自体でも、彼女をもう愛してたっていう、うん。いやー、もう久保田くんみたいな、そんな感じでございました。これはちょっとしびれますね。もう、この子みたいな感じで、 もうデビュー当時からずっと好きでわあ素敵みたいなそれ見たら確かにファンになりますねなる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 もう好きそうあの子が一番かないや本当に演技力すごいですもんねキャラクターがもう本当に見るあの主演される映画とかそういうドラマとかで全然一番なんですねんかこうキュンってくる可愛い役から迫力ある役からあのなんだっけデスノートもやったよねそうですねう 本当にだからもうほんもう多種多様なキャラクター演じられる、うん、まあ若手の中では素晴らしい役者さんだなって思います。<laughs> なんかあのー、あの人なんだっけ山田<い>山田うん高木ほどあのー、こう人間臭いとこまではまだ演じてはいないけど、はい、ちょっとライトな感じの山田高木になれそうよね。はい、そうですね。あいいないいな。ルックスも変えられるタイプじゃないですか。あ細身なので。そっか。 だからそういう面ではもっとなんかいい,いいお仕事いっぱいありそうだなって思いますよね。で結構背高いのよね彼そうですよね。ねっ何、ね、か一人で見てる時はさほど小柄なのかなと思ってたら、はい、結構なんか周りのスタッフの方とか、はい、あの共演者の人と並ぶと背が高い、はい、そうそうなんですよ、うん、好きだわ、うん、僕もその背が低いのがちょっと でも低く見えないよ、ね、コンプレックスではあるんですけど、うん、ああいう方を見るとやっぱりいつもかっこいいなって憧れますねきゃん君どうしてこう低く見えないんだろうだ結構言われますねびっくりされますね、うん、自分身長なんですえ長162私と一緒じゃない <laughs> えでもあの1 0ンチぐらいは全然大きく見える結構言われますねあのまあ まあでもそれにしてもなんか行ったときにびっくりされる反応の方が多いので、うん、びっくりした170は優位に行ってるだろうとまあ年齢の割に痩せてるからだとは思うんですけどへ<ー>やっぱり同級生みんなもうすごい体になってますんであ<ー> <laughs> びっくりやっぱりスタイルは関係するよね <laughs> はい。 私、別にあの痩せてた頃もちっちゃく見られて太っても変わらずでも、この頃エリュってでかいと思ったら並ぶとちっちゃいねって言われるのがどういう意味かしらちょっとなんかん何お前みたいなね。もう本当に嫌だわは。いはいえーっとですね皆さんのコメント、ここでも読んでいきたいと思いますよ。 お辻座のエリュウさん、運気は午後から上昇、午前中は気力を貯めて波に乗れるように調整して,して、お小遣いの使用状況も要チェック、ラッキーカラー、シルバー、ラッキーアイテム、ジュースです。えっと、かっちゃん、これ、今日の明日の今日のだったら、今言って、午前中の分言って、どうすんのよラッキーなお牛座のキャン君あ、お,お牛座なの僕お、お牛座です。そか5月はい 言ってたよね。はい、そっか。32になりました。<若> <laughs> 今、今、私、なぜか、私の半分じゃないって言われて、私、そんなに言ってないよね <laughs> <laughs>、えー。あなたの思いに、えー、と賛同者が増える予,予感、<お>エールを力に変えて、次のステップアップを、あ<お>ステップアップを目指して、結果が出るまであと少し、ラッキーカラー、ホワイト、ラッキーアイテム、お金です。<laughs> <laughs> お金がアイテムなんですね, <laughs> ね。不思議ですね。はい、ちょっと後で A. T. M. で降ろしていきましょう。そっか、そっかは、急に椅子が、椅子が。<laughs> はい。 そんな感じであの来ておりあ、なんかね、一福堂さんが、噂もお願いって来てますけどね、えー、できれば明日の運勢などを言ってもらった方が、私はうれしいかな、うん、金曜日とかね、はい、金曜日イベントなんで、どんな風になるか、かっちゃんよろしくでございますよ。ところで、はいあの、テーマの方の話なんですけども、はいあのー、なんだろう、良かれと思ってやったこと、だけど、相手には受け入れてもらえなかったこととか、あります よかれと思ってやったのに受け入れられなかったこと、はい、これ難しいんですよね意外と何かあったっけなって今ずっとぐるぐる考えてたんですけどあじゃあ,あのポイントを外,す外さずによかれと思ってやったことがよかれだったんだなっていう感じだったのね多分そうであってほしいです,かなんかすあんまり直接言われないのかもしれないですねあそう、はい、でもなんだろう私ねよかれと思ってやったことであの 逆のパターンが多いかな。この、良かれと思ってやってくれたんだろうけど、全然ありがたくないわ、みたいなことが多くて、あ,<ー>あの、いい迷惑が上手くだわって思うんだけど、でも良かれと思ってやってくれたのはわかるから、こうなんか、んーって思いながらありがとうって <laughs>、<laughs> ありがとうって心の中で半分の声は余計なお世話よ、みたいなね。<laughs> 例えば食器洗ってくれたけど、はい ぬるるぬるが取れてないとかあ,、まあ、ありますねそう洗濯物をたたんでくれたけど、はい、あのー、なんか伸びてないとか、はい、アイロンかけておいたよって言われてあのこれにはアイロンかけちゃいけない生地なのにっていうのとか、はい、ねえあとなんか洗濯しておいたよって言,、あのー、言われて干そうとしたならば。<laughs> もう私のもう超,超超超これ以上ないぐらい最高にお高いスーツが洗濯機で洗われてたりとかねそんなことがあったりとかでなんとなくこれを選びましたけどねまあスーツの話は10年以上前の話ですけどまあそんなのがあって皆さんはどうですかなんかあの,あのよかれと思ってやってなんかあんまり喜ばれなかったとか良かれと思ってね ああこのお店のケーキは彼女好きだったなと思って買っていったら私、嫌だ昨日からダイエットしてるのにとか言われたとかどうですみんな僕の話ではないんですけどはい、はい、うちの,あのおばあちゃんは、うん、よくそういうことをやります。<laughs> 本人はよかれと思ってやってるんですけど逆効果っていうのは結構多いんですねあの不思議をね年年、はいね、を重ねれば重ねるほど、はい、やればやるほどやめてくれっていうことをしちゃうっていうのねだから私も多分その辺に入ってきてるのかなって、はい、自分が高校生の時に「うん、はい和真さんあんたにあのシャツ買ってきたよ」<laughs> あ,ありがとう」ってうわ受け取るんですけど、うん、これ外では着れないなっていう茶色と黒のチェックとか <laughs> 地味すぎるでしょっていうのをプレゼントしてくれるんですよ。なんかわかる。あのもう冬場のインナーにしか使えなかったですね。ああ<ー>。やっぱ外は明るい色の白系のあのジャケットとかでごまかして茶色の中に入れて。れてあさすがセンスいいわね。<laughs> なんかね私も結構あるな。さすがにあれは困りましたね。うん、どうやって使おうこれみたいな。あの。 これはうちの母と兄のお嫁さんと孫の話なんだけど、はい、あのやっぱりお嫁さんと孫が来ると嬉しいじゃないだからおばあちゃんなんか服とか買ってあげるから行こうって言うんですようん、うん、で行くとなんかこう自分のこの好みで進めるからやっぱりえーってなるわけじゃないこの孫とかは。はいでこの 買ってあげるからって、私そこで学んだんですけど、買ってあげるときは相手に選ばせて、好きなの選んでいいよって言ってやってあげないと、あの、こんなの趣味じゃないのにとか、あの、うん、こんなんもらってもみたいに言われるんだなっていうのを私はその時に、あの、学びましたね。うん、やっぱり結構ありますからね。ね、<の>嫁、宗と孫。ね,はい、ね。そういう、買ってあげるときは、うん、あの、 そこがちょっと大事かなと思います。一緒に選ぶのがいいですね。はい、でもね。うちの母親ね。押し付けるのよ。<laughs> いやいや、こっちの方が絶対可愛いって。みんなシーンってなるというかね。うん、で、ちょっとちょっとって呼んで。はい、こういう時はお母さん。 お金だけ出してあげればいいのよ <laughs> 好きなの選んだらそれ好み関係ないから「それでいいよそれでいいの?」って聞いて「お金出してあげればいいのよ」って言って <laughs> なんか不平不満はうちの母親がもうブーしてましたけどわかったみたいなうちのおばあちゃんもあれですね自分が好きなものみんな好きだと思ってるよ、ねうん、食べ物とかあーあるあるですねあの勧、ーはい、めるんですよこれ、はいこれ美味しいよって勧、はい、める相手が 一番苦手なものを進めるなぜかこれが当たるんですよ。<laughs> これ嫌いだからっていうのを必ず進めるんです。<laughs> なるほどね。なるほどね。ああれはちょっとびっくりですねなん。なんでそこ狙ってやってるのって思うな, <laughs> <laughs> なんかそういう人っているよね。<laughs> フォローしたつもりが逆にポケツ掘ったりとか。<laughs> なんかあのあんこ嫌いな人に行こう。うん あんこを進めてたりとかね。はいはい、ありますね。えー、国原さんいらっしゃってましたね。こんばんはでございますよ。お疲れ様です。え、この方こは F、なんて読むんですかこの、台湾。佐藤吉さん。はい。はい、はじめましてでございます。どうぞよろしくお願いします。他の番組には来てらっしゃる方ですかそうですか、ね。はい、あ、あの、どうぞ末永いお付き合いよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。えー、かっちゃん、重要なポジションを任され、任せ、 任され評価も上々反面期待に応えようとワーカーホリック気味に一息入れることを忘れないでラッキーカラー赤ラッキーアイテムフルーツえこれは誰のあ大技の大技の台湾里吉さんよろしくお願いしますねと,、えー、とここを過ぎてこういってあ そうですね。山田孝之さんの白夜行、私も好きでしたよ。良かったですね。あれ、いいよね。いや、味のある、本当に。うん、もう、あの人好き、うん。確か、私ね、山田孝之。これは賛否両論あると思うんですけどね。皆、それは皆さんの考えでオッケーです。別に私の意見を押し付けるつもりなくて。はい、これが本当の責任の取り方だなと思ったんですね。うん、あの、山田孝之が何年か前に。 なんんか隠し騒動というのが出たでですよ、はい、でその時に「あのー、山田孝之がどう責任を取るんですか?」って言われたら、うん「養育費とかそういうのは僕は出します」と「うん、ただあの結婚はしません」と「認知もします」と「で隠し子隠し子」って言ってますけど僕は隠してませんけどってうん言ってでただあの。 僕の責任としては結婚ではないと思ってるのでって言った時私もその通りと思ったんですよ。結婚が責任を取ることではなくって、うん、その子がどうやってきちんと生きていけるかっていうそういう面だと思うので、はいうん、だって結婚してねなんか愛もないのに結婚して、うん、っていうのは私もノーだなって。 逆にに不幸になりますから、ね、そうそうそう,そ,うそれが母親の位置であれどっちのね、うん、娘側であれ息子側であれ、うん、あの自分が女の立場であれ、うん、あの子供ができたから結婚っていうのは私は脳だなって思ってうん、うん、そう思いますねあの時にこいつは男だなって思いましたねかっこいいですか、ね、かっこいいと思いましたそれをうちの母親に言ったらあなた性別何って言われました まあまあまあ、まあ、いろいろでございますねいろんな意見ありますけど、うん、あかっかちゃん今日あっ魚座のねはいえ白、ー、お疲れお久しぶりでございますよ白コ,コインありがとうございますひーさん今日早いですねありがとうございます,いす,、ね、いますお疲れ様でございますよとえー、一っ堂さんからかっちゃんありがとうと来て聞きますけど、うん、かっちゃん金曜日調べてよ金曜日なども言いますよ金曜日調べてよ <laughs> えそんなこんなで、あの今日のテーマはねあの、余計なお世話だったかしらみたいな感じで、良かれと思ってやったのに、うんね、あのキャん君はね、ちゃんとこう見極める力があるみたいなので、いい方向にこうやってあげたことがありがとうで収まってる雰囲気は、私もでも、あキャん君にこのネタ振って、失敗したなと思ってんだけど、<え> <laughs> 結構でもおせっ、まあ、あんまりおせっかいなことはしないように心がけてるので、うん、ただ、でもどうしても。うん 本当に困ってるんだろうなって思ったら、うん、まあちょっとだけ、まあ、背中を押す程度のことはやってあげます、うん、素敵よねどこで身につけたのそれいやー、まあ、自然とですかねやっぱり学生時代、うん、自分相当生意気だったんで、うん、特に小学生の時とかは、うん、世の中見下してたので、ねうん、俺は天才だと思って <laughs> まさに中二病ですよ <laughs> はいはいはいもう本当に先輩にでも突っかかっていくぐらい、うんうん、もう23個離れてる先輩になんで太陽沈むか分かるかみたいな。<laughs> 地球が回ってるからだぜみたいなそんな小説よだったんですごい生意気じゃないですかお最高 <laughs> そういう幼少期を経て、うん、あやっぱりこのままじゃ周りとトラブルになるなと <laughs> それはいくつで気づいたの やっぱり中学上がる前まあ小6、小六、小五、小六ぐらいからは、やっぱりみんなこう個人が出てくるときに。やっぱりこう、うん、あ、このままじゃいけないなって思い始めて、まあ、中学生上がるまでには、今のスタイルは確立したかなとす。すごいね。じゃ、友達多い、やっぱり。友達多いです。あ<ー>で、いまだに、やっぱり声かけてもらえます。みんな,ね、なるほど。私ね、なんか、昨日もちょっと話になって、はい、私友達いないのって言ったのね。はい、そしたら。 <え>ってまた何やってるんじゃあ私はってうあなたは、うん、友達じゃない」って言う <laughs> え何何?」って「私はね仲間か知り合いかしかいなくって」って「うんうん、中途半端の友達は、うん、いないんだよね私の中で」って言ったら「えそうなんだ」って言われてで,でこうそれにまたこう話になってたんだけど、はい、でも友達もいいよねなんかちょっと騒ごうかなとか、うん、ちょっとわーって盛り上がりたいなっていう時は。 なんか仲間っていうとまたこんこんと話が始まるのであの友達っていいいう感じもいいよねまあ僕はあのやっぱり、うんあのー、未来に向けて行動してた部分があって、うん、学生時代から目立つことによって社会人になって出会った時に。 うん、お前あのクラスの何々だよなって向こうから声かけてもらえるじゃないですかうん、うん、そっから仲良くなるきっかけとかっていうのが絶対あるなと思って<ー>学生時代は目立つことしたりとかあ<ー>で今はどん、まあ、今の状況は確かに悪くても将来絶対好転すると思って突き進んでやってました、うん、いいわ率先しました素晴らしいありがとうございますあなたに金メダルあの今それが本当に生きてきました <laughs> なんかね今ので私もなんだけどあの なななんかよくあの自分を出さないでなんとかラジオこの番組でも話してるんだけど自分を出さないで、うん、こう出会いたい人に出会うっていうのは無理だと思うのようん、うん、やっぱり自分をこう出すことによってなんかこう寂しいからとかあここはこうしてっていう生き方をしてるとやっぱり望まない相手のこの取り巻きというかの中に入っちゃうから、はい、それはいつまでたっても自分がなりたい自分にもなれないし、うん、この。 目指してるところには到達できないだろうなって、多少のなんかこう、ね、いろいろあったとしても、はい、あの、やっぱりこう自分の目指すところって人それぞれあると思うんだよね。まあ、こういうふうにみんなでワイワイしてたいの私っていうのがある人はそれ OK だと思うし、だからなんかこう、やっぱりそれって私もすごいリスペクトしてるな、そういう人たちをリスペクトしてるというか、うん、だからいつもこう、 前を見ているというかあの私何かあった時に相談する方が何名かいてその中の一人にさっき松さんがいるんだけどもこの間もちょっとこういうことでちょっとやりたいことがあるんですけどもあのちょっと所作というかルールというか教えていただきたいんですっていうのをあの聞きに そしたらこういろんな話のこのアドバイスを頂い,いてる中で「あのエリューさん」って「応援してるね」って言ってくれたあとに「もう半歩でもいい一歩でもいい前に進むことが大事なんだよ」っていう言葉をもらった時に「ううんうん、もうさすが最高!」って思って「やっぱり私もうすごいな」って。 であのずっとねああだこうだ言って、うん、何かにしがみついてたりあの物事にし,しがみついてたり人にしがみついてたりしてたら未来にはたどり着かないんだって。うん、で時は流れていく私もやっぱり思うというか時は流れていく中で何かにしがみついてたらもう過去にしか生きてない。 時間だけがただすり抜けていくというか、だからそんな中でやっぱり私この方は素晴らしいなと思って、うもうで,でだからといってエリュウスさんそこで足パッタパッタしなくていいのよって言われる <laughs> いいんだよって言われ <laughs> あははてああで一歩二歩みたいな感じで動いちゃって素晴らしいなと思っちゃいましたねはい,いやもうやっぱ前に進むべきっていうのはやっぱそうですよね、うん、半歩でもそうあのー。 どうしてもこう進めない時もあるじゃない、はい、その時は前を見て踏ん張ってれば、うん、あの後退することはないわけじゃない、はい、やっぱりそこが私もなんか絶対譲れないというか、ね、止まってもいいから前に進めればいいんですよねねそうよね、はい、どうしても怖い時あるもんね怖い時ありますからあるある時短打踏んででもうんってちょっと、ね、ちょっとの勇気で進める時ってあるじゃないですかあるよねああ<れ> <laughs> 僕も経験あるので、うん、やっぱ止まってた時期があるので。うん、そこはやっぱり大、それも大事だし、うん、逆にそこから進めたっていうのも、すごい大事なことだなと思います、うんうん。だからキャン君はいつもキラキラしてんだろうね。ねあ,ありがとうございます。本当に今楽しいですからね。毎日。ね。私も楽しいです。はい、はい。えひふみさんから来ております。良かれと思って、バスから降りてきた足ん。足を怪我して。 ん怪我したみたいなおじいにお手伝いしますかと言って手を出したらこれもリハビリって怒られたなるほどねうん、うん、あるよねあのあるよねありますよわ、うん、かるそういうのあるよねあの「席譲ってそんな年じゃないわ」って言われたりね「ああじゃあ私今日は座らしいいただきます」って言いますけど、えー んだからキャンさん、今からパソコン使っていいですかと来てます。どどうぞどうぞぞということで、あんちゃん、あ,のあっちに来てるのね、ひ、ねはいーさん、良かれと思ってて、仕事中が多いんですが、バタバタした職場で早めにいて手伝っていたら、それはしなくていいとか言われ、ムッとなったことはありました。うんあバッテン熊さんいいらしししてまますすね、はい、今日もよろしくお願いします ひふみさん、自己開示しないと相手も心を開かないと思ってます。はいそうですよね Z さん、あ俺と一緒、先輩たちから殺すリスト入りしてたみたいな、<laughs> 一緒かどうかがちょっとわからないですけど、あのなんか Z さんもこう生意気だったのね、<laughs> いいんじゃないですか、なんか Z さん、生意気という言葉よりも、あのなんか、なんだろう。 なんだろう、あのね。あのね、ゼットさんもすっごいまっすぐな方。うん。でも、僕もあれですよ。うん、あのー。クロスリス入ってたの?。あのー、確かに生意気ではあったんですけど。それを改心して、あとは逆に先輩方からの、うん、あのー、信頼の方が暑かったです。うん。私も縦のあれがな、なんか、すごく。強いな、つながりが。自分、あのー、生徒会長。 生徒会長になった理由が先輩方からの票が多かった、うん、ほ,ほぼほぼ先輩方の票で僕受かってるんですなるほど、はい、なんか想像つく <laughs> ありがたいことでお前に託すみたいなねかちゃん28日のお羊座は今日のあなたは一斉の意味深な態度を敏感に察知できそうです 相手がどんな気持ちで自分を見ているのか、どんな反応をするのがベストなのか、自然に分かるでしょう。うん、ラッキーカラー、オレンジ、ラッキーアイテム花、花、えー。じゃあ、28日はあの男性の,あの,あの,あのイベントなのでね、男性の方たちをみんな無視するということで <laughs> 結論で言いますね <laughs> あの。以上でございます。か,あかちゃん、ありがとうございますよ。えー、と台湾さとき吉さん、飲んでいるとき、優しい感じのおじさん。 ちょっと空気を読めない感じで明らかに女子が嫌がってるのにおじさんから「こんな男嫌だよね嫌だよね」嫌だよねって念押しする人 <laughs> そうね抑えるの大変さってそうよね大変よね <laughs> <laughs> いるよねいますねまあ余計なことだけどって言いながら喋る人本当に余計なことだよっていう時もあればいやそんなことないですよって言いながら それを言うと、どんどん喋ってくる人。いや、あなたはあなたの席で飲んでください、みたいな。いますよね。あと、良かれと思ってやられて困ることで、あの、焼肉とか、あの、内地に行った時なんだけど、いつも行く焼肉屋さんが、あの、うちで食べてると、サービスですってお肉持ってきてくれるのね。はいはいはい。えー、もうお腹いっぱいなのに、って、あれが結構、あー、<laughs> おいしいところでやめたかったわっていうのがありますね <laughs> はいあのそういうのあるなあとあのプレゼントで、はいあの「ワンサイズ小さい服買ってきたよ」って「これにあの体は服に合わせるものよ」って言われた時「ふん <laughs> って思ったことがあるいやね <laughs> いや そんな今着れる服にしてとと思ったことがありますけど、ね、あスターバックスの,、はい、あのよくコーヒー飲みに行くんですけど新商品とかがある時って、うん、どうぞこちらあのお試しにどうぞって持ってきてくれるじゃないですか、うん、あれがちょっと苦手なんですよ、うん、あ何かこれを飲みたいって思ってるうちに甘いのでやられた感とか僕甘いのがすっごい苦手なんであ<ー>あの飲み物の甘いやつ特にあの生クリームが入ってるやつとかあ<ー>もう,もうあ あーってね <laughs> 正直好意、まあ、でもらってるので我慢して飲みますけども <laughs> ああそっかちょっと苦手ですねなるほどね、はい、そうなんだありがとうございますって言いながらも捨てて帰るわけにもいかないので、うん、優しさね、はい、えっとうんまっ松山さん松岡さん 松岡、松岡、松岡。ええー、松岡さんはなんか、親子、ちょっと、うーん、ってない。こう、されて困る。そう。んことうん、よくあると思ってやってくれたんだろうなあ、みたいな。あの、服とかですね。はい,はい。子供の頃の話ですけど。じ、はいさん、ばあさんから買ってもらった、かぶりますけど。はい。やっぱ。この柄、着れないなとか。はい。ありましたね。はい、<laughs> ああ、そうね。はい、で、で、こう、じゃ、逆に自分がやって。もう、いいよ、はい、そんなのって言われたことは。 ゲームの話になってしまうんですけどよくゲームを友達とやってて、はい、あのここにこれをやっておいたらあの後で助かるだろうなっていうことが確実に相手の邪魔になったりして「<laughs> なんでこんなことするの?」って言われて「いや役に立つと思ったんだけどさ」みたいな「自 <laughs> をしなくて」みたいな、ね。<laughs> あのー あのそういううのありますよねうちであの一番ちっちゃいのが小学校6年生で、あのー、なんか学校に行ってる間にあのあ学校に行く時に「お兄ちゃん今日お休み?」って聞いて、はいあ「今日休みだよ」どうしてもここクリアできないんだよ」「ねえねえ教えてよ」ってあ「やっててくれてもいい」って言って学校に行って帰ってきた時になんか私が仕事で後から帰ってたのかなそしたらうちのおちびちゃんがなんかすっごいしょげた顔で。 椅子に座ってたのどうしたのって言ったら、宿題終わったのって終わった。おやつは食べた。どうしたのって。あそうだ、お兄ちゃんクリアしてくれてたのもう終わってた。<laughs> <laughs> 全部終わらしちゃったみたいで、<laughs> なんか、じゃあ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 ってやってたら、はい、終わっちゃったんだって。<laughs> もうあのゲーム終わっちゃった。もう終わり。<laughs> も,うもう僕がやるところがない。<laughs> <laughs> というなんかねゲームつながりでありましたけど、はい、なんかねあそうなの私、全然やらないのでなな、はい、なんかもうそうなのみたいなでこの間、もうゆもうおうって思ったのが私、仕事で楽天トラベルとかいろいろスカイチケットとかいろいろ使うわけじゃないですかだから旅行関係とかこのチケットとかあのホテル関係のアプリがいっぱい入ってんですよ。 でうちのおちびちゃんに、あのー「ゲームいらないの消してくれる?」って言ったら何勘違いしてか私の旅行の,あのチケット取るアプリをほとんど消してて私今日焦って「うわー!」みたいな「こいつ」って思って帰ってきた時に「ねどうしてこれ消したの?」って「はい、同じようなのいっぱいあるから」って「これはね」って「同じようなのいっぱいないと困るのよ」って言ったんですけど。 もう,もう勘弁してよって思った瞬間でしたね。はい、確かに <laughs> もうあれは困るわ、はいえー、ってなわけで、あの、なんですかね、結構皆さん、はい、あんまりやられて迷惑だったっていう話、ないんです、ね、まあ、やられて迷惑、まあ、一応タイムリーなのは、はい、うちのおばあちゃんが、はい、あの最近ですね、庭掃除をするんですよ。 はい、雑草取りはい、はい、ありがたいことはありがたいんですけど、はいあのー、雨降りに外に出てで風邪ひかれても困るしああ、うん、お風呂入らないし手汚れて帰ってくるわけじゃないですか、うん、洗面台で洗うと洗面台詰まっちゃうんですよあそっか仕事が増えてなのでばあちゃんと。 あの詰まるから外で落としてとか、はいはい、お風呂入ってとか言っても入ってくれないとかなるほどね今ちょっと悩んでますねああそっかあの目を盗んでやっちゃうのでかなんかちょっと心配ですよか風邪ひかないからだよね、はい、なんかやっぱり風ってあの内地で雨に当たっても大して風邪ひいたりしないんだけど、はい、沖縄は雨に当たったら風邪ひく、はい、であのやっぱり風吹いてるせいなのかな海風というか。 体温すぐを奪われてこの間もうちのおちびちゃんが「あのいつだったかなこの間も」っていう話じゃないな前かなあのお兄ちゃんたちとなんか遊びに行ってでそこで雨が降ってきてあなんか通り姿おばあが雨に打たれたら「うん、あの風邪ひくよ」って言われて「うん」うーんって思いながら帰ってきてあの熱出しましたもん,うん、うん、長男もその時風邪ひいて怖いね怖いですね 甘く見れないよね、うん、沖縄の雨ただおかしいなって思う理由が、うん、うちのおばあちゃんお風呂入らない理由が風邪ひいてるからって言うんですよ <laughs> 年中風邪ひいてるんですよ <laughs> なんかさあの <laughs> 昔の人たちは風邪ひいてるとお,お風呂入らないよねはい。 でもおばあちゃんはなぜか風邪引いてんだよね風邪引いてるってことになってますね,ねあのシャワーだったらいいんだろうね<あ>なのお風呂<ゃ>面倒なのかな面倒なんですかね、うん、だからあの風邪引いてるって言い訳しちゃ入れないんですけど、うん、じゃあ雨に打たれるの余計まずくないって言ったらあ、はいそうだねみたいな <laughs> <laughs> どっちゃねん可愛 <laughs> かわいいな。なんかさ、<laughs> おばあちゃんを、あの、あれにして、本出、ね、したら面白そうね。なんかちょっとね,ねあの、考えますよね、これは。ね、<laughs> いいかもしれない。でも、うちの、うん、絶対やるなって言いますけどね。<laughs> 家族は大変だろうね。怒られるよって。<laughs> <laughs> <laughs> あのその印税はおばあちゃんにこう<ー>お小遣いで。お小遣いで。はい。はい、はい。えー、つかぴお茶ありがとうございます。ひいさん、同じとこでの説明の話が長いのは、よかれと思って分かんないだろうからって言ってやるんだろうけど、よく気力、あ聞く気力が下がってしまいます。うん、確かに。あのー、なんか、保険の契約とか。 でもそうだしあの必要な分だけ教えてくださいって私も言う、うん、あの長く喋られるのが私もちょっとダメで疲れてくるというかだるくなってくるというかなんかありますねもう端的に必要なとこだけ喋ってとか、うん、でなんかで誘われるじゃない仕事のこととかでじゃあどうもういろんなこの仕事の説明はちゃらっと聞いてどうして私を誘ったんですかとか。 なんで私に声がかかったんですかって聞いてオッケーじゃああとで返事しますって言って次の仕事行って、はい、その間に考えて返事するみたいなんなんかなんだろうねみんなになんか男の人みたいって言われる確かになんか男性っぽい感じをしますよねんなんかねパンパンパンって、うん、はいはいはい、はい、みたいな感じじゃないとだめあとよくあのどうして今日このお茶を飲むことに決めたのってき、うん、聞くじゃない。はい そうするとあの朝からの話するる人いるよね今日こんなことがあってこんな風だったからこういう風にしてどこどこに行って、はい、これ見てあこれかなと思って買った,たうん、うん、そこまで欲しいにい, <laughs> <laughs> いつもと違うお茶だからどうしてこれにしたのかなぐらいに聞いたのに、はい、起きた時からの話をしてくれる。 あの、女性人 <laughs> ああみたいな。あのー、うちの母がそういうタイプです。うちの母もです。あのー、ドラマで、バンってなんか見てるじゃないですか。うん、なんでこうなってるのって軽く聞いたら、一、うん、から説明する。1話から。一話から。わ <laughs> か,かるあの,あの、そこまで聞いてないから。<laughs> はい。きっとよかれと思って言ってるんだろうけど、はい、あのー、<laughs> なんかね、あのー、 あと、今テレビを見始めたのに、はい、え、これどうなってんのって聞かれると、はぁ、あ、って、はぁ、あ、ってなるあ。今一緒に来て見始めたんでしょとかね。話したいんでしょうね。そう。あの、子供たちも多いですよ、それ。おっとっとなんかね、多いです、それ。うん。なんかあの、爽やかにダンディーなひふみさんが目の前を通っていく。<laughs> <laughs> なんかね、あのー、 なんでしょうねあの1から10いやもしくは100ぐらい説明しちゃう人ってそうですよね、うん、女性に多いんですかね私しないあ,、うん、あのエリオンさん多分脳がちょっと男性っぽいんじゃないですか考え方が男性脳女性脳ってあるらしいでうんで、うん、僕結構多分女性脳だと思うんですよだからねああなんか男の人に対してもああだこうだ言われるとすごい面倒くさくなって。うん 私それ聞かなくちゃいけないのって思,う思いながら聞いちゃうっていうか、うん、恋愛感とかは特にあちょっと男友達と合わないんですよね <laughs> いつも話してるとだし男の人とも女の人とも合わない何ですかねなんんか感覚が違うんですよね おい、うん、しい店を見つけたらどうしたいって聞かれた時えそりゃ子供たちと行くでしょ次は一1人で行くでしょうって <laughs> <laughs> えーとかって言われてじゃあなんかすっごい素敵な服を見つけてあん買おうって思った時にその服を着て一番最初にこうイメージするのは何って言われて入るかなだったのね私は <laughs> そしたらみんな女性の人あの人と食事に行こうかなとか思わないの<ー>って思っど そうなななんだ <laughs> 自分もも思思わわいいですね <laughs> 私も思わないあじゃあこれもし入ったらこれでじゃあ,あ1台に行こうかなって松山に1台っていう日本料理のお店があってめっちゃ美味しいんですよもう私はもうそこを一番おすすめみたいなであそこに行くかなあでもダメだお腹いっぱい食べると苦しいなこの服とかそっちのこと考えちゃうすいません僕はこれを使って、まあ ローラーブレードやろうとか<ー>洋服だったらこれを着ながら、まあ、イベントやろうとかうわーかっこいい、ね、これ着ながらラジオ出ようとかあ<ー>っていうのが基本になってくるんでそういえばこれ着て女性に会いたいなって思わないのは多分致命的なんでしょうね。やめて私もそれは致命的っていうことじゃない私も <laughs> <laughs> だから人に耳なんだとちょっと今ぐすっときましたね はあ、なんかね「そうななんんだよね <laughs> でなんかねかエリスさん何に興味あるの?」って「はい、そうだねやっぱり株式とか? <laughs>」って言われたら「は?」って言われて女の,子 <laughs> 女の人たちに「ああそれ以外は?」そうね」って「エリスさん一番このつい,つい最近読んだ本何ですか?」って「はい、本じゃないとダメって「本はいろんなの経済とかビジネスの本読んでるけど」っていう話をした時に<ー>あ「じゃあ一番」 一番何をつい最近記事とかなんか活字見ましたか、うん、今朝あの日経新聞で「もういい」って言われた僕もみんなに言われるのが、うん、宝くじ当たったら何が買いたいって言われるじゃないですか国債って言ったらドン引きされますよね <laughs> 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 でもでも私も近い、はい、私も近いだからなんかねこの、あのあ、ー <laughs> 合わないのよ、だから。一番の間違いのない投資先って考えた。そう、そう。でね、なんか、だから、もしかすると、<laughs> 私が、こう、良かれと思って、皆さんが、私にしてることが、私がイラッとくるのは、あな、なんか良かれと思ってやってくれた人たちが本当は正しくて、あの、一般的というか、合ってて、私がずれてて、もう余計なお世話よって思っちゃうの。なんかね、この間、 あの美容室でね、はい、あのこうやっぱりこのスタッフの子たちが来、うん、るじゃない、はい、あのエリューさん、この本でって言った方が、うん、あのいつもあの担当してくれるスタッフ、ダメエリュさんはそういう本読まないからって <laughs> 言った瞬間、えっ、何の本って、ファッション雑誌とか、あと、なんか、なんだったかな。 あのなんかそういうのでもなん,かなんかちょっと可愛らしい系の、うん、ああでも持ってきてくれたから読もうかなって言ったら、はい、エリュウさんいいですよ無駄な時間嫌なんですよねって言って <laughs> あのエリュウさんに合わせて準備しておきましたって言って <laughs> 出されたのが何だと思う <laughs> 産経新聞ととか素晴らしいい私今日これ買っったんですって ちょっとみんなに気使わしてんのと思って。私は人に気使わせる方じゃなくて、気の使える人間だと思ってたの。はい。いや、その時に思ったのはね、私って人に気使わせてるって思って、<laughs> うわーって思って、ごめんねって言って、 ちょっとこの子に後で何かしておこうと思って今度行く時は差し入れを <laughs> 持っていこうかなってごめんねこんな気使わせてって思っちゃった僕も長年通ってるお店なので <laughs> あの美容室のほうが、うんあのー、最近雑誌の趣味とかはキ,、うん、キャン君いつもこれ読んでるよねみたいな、うん、<laughs> ありがとうございますだよねでも嬉しいけどね <laughs>、はい、でももうそろそろ経済史とかじゃないのをちょっとね、うん あのうん私これも大丈夫よとかってで美容室に行く時も3冊ぐらい本持って行くのでこうチェックするのにでそれを2時間ぐらいの間にほとんど目通すので、うん、<laughs> もう美容師さんなんか困ってたんだろうななんて話しかけていいかだから自分もいつも困るんですよだからこの美容室行ったら必ずファッション誌ってあるじゃないですかファッション誌読んだことがなくて、うん、私もほとんどない。 あのー、みんなに結構読んでるから格好をこういうを決めてるんでしょって言われるんです,けどすっごいおしゃれよねいやもう大体自分の持ってる服が記憶に、うん、頭の中に入ってるので、うん、あの服と組み合わせられるなっていうのでいつも買うんですよなるほどね自分の中でなんか組み合わせたい内容が決まっててで、まあ、色だったり まあちょっとスタイルだったりちょっとダボっとしてる雰囲気とか逆にシュッと締めるイメージとか、うん、それをベースに考えて洋服を買い足していくので結構自分の中では決ままってますねああの先週のもおしゃれだったよねあ,ありがとうございますもうのね結構ね楽しみに来てる番組 <laughs>、はい、あ,ありがとうございますキャン君のファッション今日どうなんだろうカメラ映んないんですけどね僕が <laughs> うどうにこれね、はい、ど,どうにかなんないの <laughs> ほんとオシャレなのよ。はい。ありがとうございます。そうなんですよね。えっ、ー、とコメント入ってますよね。えっ、ー、とどこだろう、どこだろうなー。はい、あ、こっからですね。えー台湾里吉さん、うん、海海に浸かったら皮膚病とか風邪ひかないって聞いたことないですかある。これはあれですよね。だから海洋、うん、海水浴の原型になったのはもともと海当時。 って言って、うん、海に使って健康になりましょうっていうのは。なんか聞いたことある。あの最初ですよね。うんうん、江戸まあ、明治とかに、うん、多分始まったって言ってたはずなので。うん、だ、そういった話からだと思いますよ。あの、なだろう、初めて沖縄に来た時に、うちの長男が。あの、海ですぐ太ももを、深く嗅いで切っちゃったのね、はい。これ病院行かないとって、思って、いたらそこに来たおばあが。あ、海に入ったら治るよ、って言うから、はい、信じて入って。 その後大変だったの可能して <laughs> おばあいつの時代の話してたのかしらと思ったけどね,ねだから海当時っていうのは昔の人結構信じてるんですよね、うん、今は違うよね、はい、やっぱりいろいろね雑菌とかもありますからね,ね,ね切った場合は病院行きましょうそうよねもう <laughs> おばあいろいろありがとうだけどてんてんてんひいさん僕も自分の感覚ではこの日本ではあかんこんなん やって思う時多々あります <laughs> えってえっちょっと待ってひいさん僕もってことは私を1カウントされてますよね <laughs> いいですカウントしてくださいひいさんと一緒なら喜んではい <laughs> えと台湾あこれはあれなのかなえっ、ー、と国張さんにおかあの返したお話だから読んだ方もいいのかなえっ、ー、と,国、えー、と台湾佐吉さん国張さんへ ですね、きっと、はい、海の、えー、と豊富なミネラルやら栄養素がプラスになるらしいですねはい、うん、ってことですよバッテン熊五郎さん沖縄の海には毒蛇いるからなクワバラクワバラ、うん、毒蛇いるんだけどあの毒蛇ほんとお帳んちなんだよね、はい、だから攻撃しなければ近くあの泳いでも全然平気らしいですよ、うん、だからダイバーからはあんまり刺激しなければ大丈夫 って言われているので、海蛇はそこまで怖くないらしいです。うん、何が怖いの？まあ沖縄の場合サメとか、あ,<ー>あのー、もっとあの毒があるものでヒョウモンダコとか<ー>危険なもの結構いっぱいいるので、あのー、イモガイ、イモガイとか,とかはい。だからあの本当に沖縄の海に入るときはあのスニーカーみたいに足をくるんとくるむようなのを履いた方がいいよね。はそうですね。ね。岩肌も結構る、うん、あるので、ね、あの足切っちゃったり。 怖いです本当ですよ皆さん気をつけてくださいね海遊びは気をつけましょう気をつけてくださいあのサメの話出たからだけどサメって人間襲う時食べたくて襲うじゃないらしいよね噛みたいらしいよねどんな感触なのかとかあとは種類によるんですけど凶暴なサメシ目モクザメっていうのは本当に凶暴なのでハンマーヘッドシャークあれでも あれ口がこう下なんで、うん、あんなのに噛まれるのって言われますけど、うん、あれ結構危ないんですよ<え><強>どうやって噛むの性格が凶暴なんで、うん、本当に噛みついてくるんで,<ー>で、まあ、血が出たらまた集まってて違うやつらが。 まあ違うっていうかまあ群れでいるので結構集まってきちゃったりとかして危ないです、うん、あと海でおしっこしちゃいけないっていうねああよく言いますよね、うん、あの海でおしっこするとそこにサメが寄ってくるってあのはい、はい、アモニアで寄ってくるって言いますよね,ねそう血液のやっぱり成分が入ってるから寄ってくるすごいよねおしっこの中の血液成分でも分かっちゃうなんてね究極、はい がすごく発達しているので、サメは、うん、結構そういうのによってくるらしいですよね。うわーじゃあ嫌な人がダイビングしてたらそこになんか残飯捨てればいいってこと？嫌 <laughs> <laughs> だ怖い。一番いいのは乾電池らしいです。え何何どういうこと？あのなんかあのー、すごい敏感なので、うん、乾電池ポンってこう入れてあのこの電流がパっていくとまあ要はスタンガンみたいな感じでそれが敏感なのでパって。 知っていくらしいです。サメはいあそうなんだ。でも単電池はでもこう海に落とすとやっぱり不法投棄なのではよ、い、くはないんでああそうだ最終手段ですよね。あなるほど例えばなんか網に入れて、うん、あの釣り竿でヒューンってピチャポって入れて、うん、ヒューンって戻すとかもうしもうでもあんまりやっぱり影響与えちゃうんで、うん、あこの むやみやたらにをやったらダメなんですか,かサメがいたらでもそれが一番効くらしいですあそうなんだえー、じゃあ例えばさダイビングするときにポケットにとかどっかに入れて入ったらどうなっちゃうの自分が感電しちゃうのまあ一応もうそれ入れた瞬間に感電しちゃうので <laughs> 怖<い>ポケットに忍ばすっていうのはまあんまあできないないよね怖ーダイビングの時に使える方法っていうよりは釣りの時に使う方法 <laughs> 釣りで危険な目にあったら だから釣りの方は結構これよく知っててポケットに入れてたりとかするらしいです怖、はいなんかねあのお友達が釣りに行って「あ釣れた!」と思ってあげたら、はい、お魚の頭しかなかったってああのダイビングの時はよく言われるのは縦で泳ぐとかサメって横に泳いでるものをアシカとかと勘違いして噛みついてきたりとかするわけ、うん、とか あとはもうそれでも近寄ってくる場合はまあ落ち着いてあの本当に襲ってきているサメなのかちゃんとこうでたらたに興味持って近寄ってきてるだけ,いいけいでいやだそうなような入っていないない,ない絶対ない <laughs> キュウミさんも言ってますねそんな余裕ないし <laughs> 怖すぎる <laughs> あと目とか鼻が弱点ですからねでもさ、はい、サメのあの ツンっててした鼻のとこピななんてやる勇気もないよね手伸ばした瞬間がぶって食べられそうだよねもうだからもうあれですよ本当に目とか鼻を狙ってもグーパンチですよあー怖い生き残るためにはですよ腕一本なくすか命をあれするかはいそんな感じね、はい、海には近いなんでことはいえ僕はダイビングの経験ないですけど私ね <laughs> あの何て言うのかな地に足がつかない場所に行くのが苦手なのああ<ー> 海で泳いでて、はい、急にあの海水温が変わる瞬間ってあるじゃないあの海,海,流海流とかパニックになるのあ<ー>ダメなの怖いのダイビングだからできないの僕はちょっと興味あるのはあの地上で宇宙を感じられるのはダイビングしかないので無<ー>重力じゃないですか要は。うんへー そういう意味ではちょっと面白そうだなっては思うんですけど、うんうん、僕もあんまりこの海水とか苦手なので、うん、この体冷えるのが、うん、はあ <laughs>、うん、だめだ想像してきたら怖くなってきた <laughs> えーといきたいと思いますよはい、はい、えーとここようなね <laughs> えーと国はさん海水ごくっと来たら入ってしまう薬なんですかねあの 海に入るときは一回、あの海水で口をすすいでから、海に入ると。うん、あの間違って飲んだときに慌てないって言いますよね。そうなん,ですか、うん。うん、うんそれをした方がいいですよ。えっ、ー、と、た、した感じた。えっ、ー、と、台湾、さとぎさん、ミミズにおしっこしたら、腫れるんだよね。あ、よく聞きますね。これ、でもあながち本な。本当なんですか。はい、そうなん。ミミズって、ちょっと毒性のある、た大気を、ふっ、ピって出すらしいんですよ。 あ、それが間違ってかかっちゃったら、た腫れちゃうんだ,だう、はい、あそうなんだ。だからガずらをしない方がいいですよ。皆さん気をつけてね。はい、はい。えっ、ー、とそうなると、えっ、ー、とそろそろですよね。そうですね。えっと,えとじゃあその後、はい、あのワニマの曲に変わって、はい、あの行けたらいいなというのでその辺お願いします。はい、<で>ちょっと準備させていただきますね、はい。はい。えっ、ー、とその間であのコメント読みたいと思いますよ。 ひふみさんあ、そうだよね、余裕ないって、エマさんもね、えっ、ー、とひふみさん、海水温変わったと思ったら、そのにおしっこされてた、<laughs> <laughs> あったかかったんでしょうかね。子たかかっこして入ってたらとかね、きっとそんな感じだったんでしょうかね、はい、あのばってんくまごろさん、えっ、ー、と国はりさんえっ、ー、とらしいですよ。<laughs> <laughs> <laughs> なんかね、あの、リスナーさん同士仲いいのは、本当に、ありがたいことでございます。はい、ええー、そんなこんなで、ね、なんか、結構、皆さ様の余計なお世話だな、みたいな感覚で。あの、良かれと思ってやったのに、っていう部分は、あまりないみたいですね。はい、<laughs> あ、そうか、そうか、そうなんだ。はい、えー、そんなこんなで、あのー。皆さんとのトーク、やってきましたが、えー、20秒後、また。

てなわけで20秒。え、もっと過ぎたかなえバッテンクマゴロウさんから来ておりますね。エリュウさん読み方がクニちゃんさんだそうです。あ、そうなんだ。オッケーです。ごめんね。はい。オッケーですよ。はい。わかりました。えっ、ー、と、台湾さときさん。ひふみさん、執行された後にクニハリさん、あ、クニちゃんね。さんみたいな人が口を進むんだね <laughs>。 さっきのね、あのね、あの海に入るとき最初口をブクブクってしてからだとパニックを起こしませんよっていうやつでございます。えー、ただ今からキャン君打ち合わせに入ったので、えっ、ー、とミキサーの方は松岡です。はい、よろしくお願いします。初ですよね、こうやって組むのね。はい、はあ。どうですか、昨日は入って。またなかなかなれないですね。あのえっ、ー、と入ったきっかけは楽しそうだから。いや、違う。ちょっといろいろちょっとめんどくさいことが。<laughs> はいはいなんだかんだここちょっとお世話になることに。あ、いろいろ話すのがいいことがあ、そう。じゃあ、突っ込まないでおきましょうね。あの、突っ込まないのが優しさかなと今思いましたんでね。今日のテーマに、あの、あの、ならないように頑張りたいと思います。ああひいさんから、松岡さん、初めましてとめまして。あの、ひいさん素敵ですよ。一郎、一郎とダブル。はい。はい。あの、野球の、はい。 もう彼とね、フェイスブックでつながってるんですけど、あのこの、なんだろう、動画とかアップしてあって、わっ、はい、まさにイチローって感じですね。見た目がもう見た目も、<ー>あとすごく、なんだろうな、このいろんな考え方が素敵な方でございますよ。ストイックな方ですよね一郎さんそうですね、まあ、そんな感じで。えー、なんか今日のテーマ、あのあみやさん、お疲れ様でございます、こんばんはでございますよ。はい そう。そうですね。まさね、松岡さん、いいお声と来ております。はい。あの、喋っていきましょうね。はい。え皆、ー、さん、今日のテーマですが、あの、良かれと思ってやったこと。あの、私なんか良かれと思ってやって、あやんない方良かったかな、とか、よくあるのは、やっぱり親子関係ですかね。あのー、 そう子供たちによかれと思ってこのお弁当のおかずいっぱい詰めて出したらお母さん多いよとかね <laughs> ありますね。あとどのやっぱり子供たちかなついついこうねやっちゃうというか手を出しちゃうというか<ー>ちょっとその辺をちょっと私も抑え気味でこう。 ちょっと自立の方向に今子供たちも動いているので、そこを邪魔しないようにしたいなと思って、よかれと思ったら今手を止めておこうかなと思っておりますね。はい。はい。えっ、ー、と、台湾佐藤吉さん、この番組では提供されている企業のコマーシャル名前読みコーナーはないんですかないんですよ。あの、リクエストで音楽だけずっと流すもないし、あの、CM の時間を入れるということも、 ないですあの本当にぶっ続けてしゃべっちゃうっていうのがこの番組の特徴でございます。でね、ちょっとね、あのー、あのー、なんですかね、前、このコマーシャルとか入れてたんですね、前,、はい、前回というか、あの小座にいる頃その頃どうしてもこの番組の流れが止まっちゃったり、でもあれで助かるってこともあるんですけど、あの一息つけたりとかね。 で、まあ、でもちょっと今日番組前にキャン君とも相談して、ちょっとスポンサーのこういうのどうしたらいいですかねとか、こういうふうにしましょうかねとかっていう相談をしてたんですけど、まあ、そのうちおいおいちょっとこの流れをいろいろ見ていこうかなとも思っておりますよと。はい。<laughs> あの、でも結構あの、番組で CM を合間に入れるっていうのは多いですよ。はい。はい。あの、クリあの、台湾、 佐藤吉さん良かれと思って言いましたそんなことないですよなんかね逆に台湾佐藤吉さんなんかあの今日の私とキャン君の会話を聞いてたのかなって思いましたあのちょっとあのそういうのを入れていこうかっていう話をしてたので、うん、あのすごいエスパーですか佐藤吉さんはいええー、ひいさんあの草野球の動画を上げてます一郎さんのフォームを一部始終真似して本気で打ちたい うんうちに行ってます以後よろしくお願いいたします本当にあのひちろって思いますよフォームから何かはいはいはいでフェイスブックではひちろさんと呼ばれてますねはいミヤさん、えー、何もいらないこの番組はトークが楽しいからみヤさん嬉しい ありがとうございますじゃあ,あのこの番組の、ね、枠にあのスポンサーの名前入れましょうかねあの考えてるのがあのリスナーの皆さんがもし協賛してく,れくださったならばこの番組の今み皆さん見てるこの動画の周りに誰々さん誰々さん誰々さんって入れていこうかっていう話も実はなってるんですよそんな感じでございますよ、はい、もしそれに何かこう聞きたいことがあったらどうぞ。 こんなのはいいんじゃないとかね。そういう提案も聞いていきたいと思います。えー、くにしゃん、日本一の棒読み、それは、皮膚水場バー、木曜9時。ああ、あの、皆さん、皮膚水場バーの宣伝に来たんですかって言いたいですけどね。<laughs> でもいいですよ。私も好きなんですよ、皮膚水は。はい。えー、ヒーさん、意外と知名度はないので、ただの、 一般人で過ごしてますよ。ありがとうございます。そうですかね、一般人。今度行きますからね、大阪。はい。えーと、海遊さん、おーっと、いらっしゃいましたね。えー、見たことある。そうです。もう。あれ来週だったかな ?15 日だったかな ?7 月に、あの、リスナーさんが、あの、 いらっしゃるという話が出てたので、楽しみに待っております。さあ、何しようかなとかね、思っておりますよ。はい。えー、っと、ひふみさん、呼んだかーみたいなね。ごっくんちょはい。はい。呼んでますよ。皆さん、ひふみさん大好きですからね。私も大好きでございます。ひふみさんに一票でございます。えー、ひさん、インスタグラムに力を入れてます。もしよろしければ、ひちろう51でご検索お願いいたします。わ。 あのー、ぜひなんか番組を通じていろんなこう、ね、方たちがつながってまた楽しいこう、ね、トークをいろんな場面でしていただけたらなと思ってますがえー、っとですね良、あのー、かれと思ってやってることでやっぱり迷惑かられちゃうことって私、ね、あれねリサーチ不足なのかなって思っちゃうんですよね。<ー>うん、やっぱり相手があのー このうん望んでいることというかあの今何を欲しているのかっていうのをちゃんとリサーチしないで良かれと思ってやるっていうのは結構身勝手な無責任なことじゃないですかだからそこがあの多々嫌がられるのではないでしょうかと私は思うんですけどどうですか皆さん分かったつもりになってやられるから余計にそうじゃないんだよなってなるんですかね あのつもりは良くないですよね、うん、何にしてもあの確認してくれとあの時間の無駄になるのが私、一番嫌いなので <laughs>、あのー、あお前、そこでどんぐらい時間取ってんだよってこれを元の話に戻すまでどんぐらいかかると思ってんだよみたいな、うん、あのそういうのがありますからね、えや、ー、す、えー、さん健康によかれと思って野菜尽くしの晩ご飯にすると物足りないと文句を言われる。あ <laughs> なんかわかる気がします。あそうだ、あのー、野菜尽くし、私も、あのー、あることに気づいたのは、皆さん知ってました炭水化物を欲する、あの、パンとかね、あの、小麦関係とか、ご飯とかパスタとか、そういうのをとっても欲しがる人っていうのは、あのー、タンパク質が足りてないらしいんですね。だから、この、肉とか、卵とか。 ね、そういったタンパク質が足りてないと、人って炭水化物をとっても欲しがるらしいんです。で、この炭水化物を多く取りすぎると物忘れが始まるらしいんです。だからしっかりタンパク質を取ると、あの、炭水化物の量が減るので、別にお腹いっぱいだからとかそういうことではなくて、炭水化物に対する欲求が減るらしいんですよね。ってことは、グルテンとかも取ることが抑えられるので、あの、いろんな 本当にあのグルテンを抑えるだけで今あの、のグルテンフリーだったりとかねあのするわけでグルテンを控えることとか摂取をやめることによっていろんな利点が多いんですよ知ってましただからね結構ね気が付くと皆さんの、あののあグルテンストレスたまるとグルテンいっぱいとってんですよ。あの グルテンっていうとやっぱり小麦系ですね。あのケーキだったりクッキーだったりそういうお菓子関係だったり。で、びっくりしたのが、あのお醤油にも小麦入ってるんですよね。で、小麦の入ってないお醤油を探すって結構大変で、あの皆さんもね、この表示されてる成分。 よくチェックしてみてください。それをちょっと気にし始めると、あの、お肌のツヤが良くなる。つまり腸の調子が良くなるから、免疫力も高まる。お肌が良くなれば、やっぱり化粧塗りが良くなる。男性陣もなんかね、あの、若々しくなっていくわけじゃないですか。やっぱりね、ギッシュなおじさんよりも、爽やかなおじさんの方が素敵ですからね。若者は若いままがいいし、みたいな。ね、爽やかな方がいいんじゃないですか。はい。 えー、ちょっとストレスが溜まった時の自分の食生活見てみてはいかがでしょうか逆に自分の食事日記とかつけ、あのー、つけることによって、あのー、あ局長でございますもちろん来てくださいあれ来ないのかなと、私は局長をずっと見つめております。え、俺どうすんのみたいな感じで。えっ、ー、と、おりますが。えっ、ー、とですね。 そんな感じで、食事日記をつけることで、自分がそこで、あの、グルテンとか、コミュニが、炭水化物が増えてたら、あ、知らないところに、ストレスが増えているんだな、という信号かもしれません。えー、では、ここでコメント、なんか炭水化物にね、あの、来ておりますが、えー、と、 人が、あ、これですね。炭水化物の取りすぎかなとくにちゃんが言っております。タンパク質か勉強になりますね。タンパク質取ると、あの、筋繊維も、あの、筋肉のね、筋繊維も強くなりますんでね、いいですよね。えー、海優さん、へた最近炭水化物欲しい習慣。もしかすると、隠れストレスがあるんじゃないでしょうかね。えー、っと、イプクドウさん、やば、パン大好きなのに。でも、まあね。 ちょっと意識すると変わるかもしれませんねえー、と炭水化物大好き私も好きなんですよはいえー、バッテンんくまごろさん、えー、白米にはグルテンフリーなので炭水化物でも問題ありませんえー、と白米には今度糖質が急激に上昇するという点があるので皆さんいい感じでとってくださいねえー、皆さんにちょっと紹介したのが今局長が目の前にいますとはい えー、局長、今日のテーマだったんですけど、あ余計なおせっかいと言いますのよかれと思ってやったこととか、うんうん、よかれと思ってやってくれたんだろうけどみたいな体験談がありましたら、ぜひぜひ、よかれと思って、だから今日、う、はい、ほら、途中から来たじゃないですか、ちょっと会議があって。はい 思ったより早く終わったんでこれたんですけど、はい、ただほら話の流れがあって入った方がいいのかとかいやもうぜひ入ってくださいって感じです、ね、それはねちょっとあれ意識しますよ意識っていうか気を使いますねああですよねなんかサインを送ってましたもんねそうそうそ<で>うすもうなんかあのー、リスナーさんも喜ぶんでねやっぱりあ,あ,ありがとうございます局長みたいな感じであのねみやさんねもうわーみたいなハートマーク届いておりますよ、はい、はい。えー、っとどこまで行ったっけ <laughs> 皆さん山内さーんってきてます。はいありがとうございます。<laughs> おーハイボール7本。お <laughs> すごいね。<laughs> ええー、ひーさんご飯大好き。鶏肉豚肉大好物です。えー、あのお肉の取り方とかもあの出発力朝 <laughs> もしお肉食べるんであればあのー。 牛肉の赤身あれは瞬発力が出るのでもしお肉を取るんであれば朝は牛肉の赤みがいいですであのー、昼とか夜は豚肉とかであのー、回復をねあのー、疲れを取るとかっていう意味では、うん、夜豚肉とかね<ー>いいかもしれませんね豚肉がいいんだはいうん、うん、であの実は豚肉はじ太りづらいらしいです なぜかというとあの豚肉の,あの脂肪分は溶け出しやすい排出しやすいらしいんですね<ー>で牛肉の,あの脂質はあの体外に排出されにくいらしいんですよ鶏はどうなんですか鶏も実は脂は溶け出しにくいらしいです、うん、えー、そうなんだ鶏、はい、よく言いますけどねはい、はい で、確かにヘルシーと言われつつも、うん、だからあの、もし鶏肉を食べるんであればあの、胸肉だったりとかあ,あ,、ね、あとはい、もも肉でもこの皮と肉の間の脂とか、うん、皮を取って食べるとか、うんうん、でも間がおいしいからねね美味しいですよね親子 <laughs> 丼いいですねみたいなね、うん、あの、そんな感じであの、お肉の食べる時間帯どの種類をどの時間に食べるかによってあの 体にね年を取ったらよくあの昔は鶏肉がいいって言われてたんですけど、うん、鶏肉って血管を細くすするんですよへ<ー>、うん、鶏肉ってね血管の弾力をなくすのであまりお年寄りには本当は鶏肉は進めない豚と脂<う>がいいんですかそうできれば豚がいいのかなとかね卵を食べるとコレステロールが上がるっていうのは嘘らしいですよ。えそうなの、はい であの記憶力だからテスト期間中とか勉強するときって、うん、ゆで卵とか卵を主に取るとあの記憶力が良くなるって言われております、えー、はい。卵大好きですけど記憶力めっちゃ悪いです <laughs> あれ <laughs> じゃ食べなくなったら大変だ若,く若くないからかあえそれ言われたら私どうするんですかね <laughs> っていう感じあのだってさっき松岡さん松岡。で名前を聞いてるのに何の、うん、えっと <laughs> <laughs> 何度も聞いておりますねはいえー、っとですねえー、っとどこだったっけかゆうさんおとこまえっすねってひいさんから来ておりますあなんか結構コメント久しぶりに一人で読むので読みますかはいお願いしますえっとかゆうさん、はい、ストレスたまっても嬉しいことがあってもお肉食べたくなるああはいいいですねお肉いいですね皆、えー、さん、はい、お肉もね胸肉だと物足りないと言われるはい なんか胸肉をこう薄くそぎ切りにして塩コショウをしてこのしそで巻いてフライパンであの薄く油を引いたところで焼いてで、梅肉で和えるととっても食が進みます夏バテなんかにいいですね<ー>はい、おすすめでございますよ。 はい、えっと国ちゃんさん赤、はい、えー、赤に赤牛がお肉はいいんじゃないですか。はい、熊本は赤牛じゃなかったんですかねバッテンさんということで。あそうなんだ、えー。バッテンさんがそうです。肥沃、はい、の赤牛ということです。焼肉食べたくなってきたな。鳥山さんが、はい、これラム肉、はい、も太りづらい。 ラムいいですね。私大好き。え、そうなんだ。うん、ラムとかジンギスカンとか。ヤギ行けるんですか。ヤギ行けますね。焼いたやつは好きです。あの、あの、なんだろ。ラムはあのマトンになるとちょっと匂いきついんです。ヤギ系になってくるっていうか。で、あのラムだと生後半年のお肉なので臭みが少ないんですよ。柔らかくて。でも考えてみると可哀想ですよね。怖いね。だって生後半年だよ。 あまああ、ねそこ考えちゃいけないけどさ考えちゃうとねちょっとねそしたね、ひよことかもねなんかありますよねすずめ食べるそうそうそうすずめの丸焼きやばいっすよねなんか一応高級食材にはなってるんだけど本当にそのまま出てくるんだよあの、本当に全部見たことあります私無理えひぃさん来てます僕僕、高校時代から体型変わらないっす怒られちゃうかなってもう私も なん沖縄に来るまでは変わらなかったですよそうなんですかうん,うん沖縄に来てドーン歩かないからねはい文化が <laughs> で食べ,食べ物合うんでしょうね私食べ物も美味しいですしねに、はいえー、ちゃんさん、えーはい、赤牛のステーキがうまいらしいということですああいいな,なんかお肉食べたくなってきますねそういうの聞くとバッテンさんえー、豚肉大好きですとんてき食べましょう皆さんああいいな,なんかどんどん肉の話になってますね 今日、何の話からこのお肉のえっとかさっきなんか、何でしたっけ何かからそっちに行ったんですよねまたなんかタンパク質グルテンとかなんかその方の話からはいビーガン的なはいそうですねはいそこに戻しますかじゃあいいですあの何だろうなんか何ですかねあの いやもう余計なおせっかいよ的なこと本当に私外すというか、うん、よかれと思ってあの人肉好きだったなって今肉が出てたのを思い出したのが肉好きだったから焼き肉に誘ったな、うん、やっぱりこうなんか私の周りの人って突然ダイエットを始めるので。はいはいはい 怒り出す人がいるんですね。我慢してたのにとかで<ー>じゃあ我慢してんだろうなと思って遠慮して、うん、あの大根の花とか誘うとたまにはさとか言い出すしですね。そう、だからなんかもう誘うのやめようかなとか思っちゃいますよね、うん、そうですねねそういう人が誘わない、うん、でだからこの一円とか一秒とか無駄にしたくないのでこの気心知れた仲間でだんだんいるようになりましたけどね。 いみんんなななそうなんじゃないですかでもなんかやっぱり局長は年齢私に近いからそう思うんじゃないですかさっきそうでもない話がもう出てたので <laughs> あそうなんだ <laughs> <う>僕は付き合う人は大体気心知れるっていうのは本当になかなかねあれですけど、うん、嫌な本当に嫌な人とはそういった、うん。 食事とか行かないんで。あの仕方ないなっていうのがなくなってきましたね。仕方ないからやろうとか。うん、仕方ないから付き合おうとかっていうのが。社内な,な私が言ってやろうっていうのもなくなりましたね。はいはいはい。うん、だから世の中で難しいって言われてる人も別に最近平気になってきたんですよ。うん、あー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 。僕と気が合えさえすれば。オッケー。そうです。でもそこってそうですよね。うん、あの人とその人が合わなくても。 この人と私が会うんだから別にオッケーですよね、うん、みたいなはいだから特にその今本当に飲みに行く人で嫌な人がなかなかいないんですよ<あ>これは行きたくないなっていうのがああ多分もうその人たちは断るけど淘汰されてというかあももうお付き合いのこの範疇に入ってこなくなっちゃったんでしょうねですよねなんかねやっぱね気使遣ってお酒飲むのもあれですし、うんうん、また酒飲んだらうん 気使わなななくててももいいいようになってきたかもしれないですだから、ね、前だったら、うん、多分ね嫌だったと思うんですようん、うん、今僕がお付き合いしてる人たちも気使ってああだけど今はそんな使わなくなってきたのであのなんかありますねそれね、うん、なんか自然に気が使えるようになってきたというかうん、うん、別に無理もしないしまあ別にどう思われようとみたいなところもありますしね <laughs> 思い出した、うん、良かれと思ってっていうのが、あのー、やったのがやっぱり今後の未来を考えてこれは絶対必要ということを伝わらない人たちに一生懸命伝えた時に、うん、余計なお世話だ的な、うん、そんなのはいいよみたいな言われた時に、うん、ああ私余計なお世話してんだなこ前でもちょっとおせっかいな部分もありましたよね、うん、オーバーケアをしちゃう,、ね、そうなんかやってあげなくちゃいけないかなみたいな。うん わったでも今はあのそれでだめならだめなんじゃないみたいな感じで人と接してますね。うんうん、それあなたの範疇でしょうみたいなだからちょっと楽ですねうん,うんそうそうそんなのありますけどえっ、ー、とコメント来ておりますね Z さん面倒、はい、くさいやつとはいかない正解あとはもう食事の話ですね <laughs> ダイエットって言ってて言も運動しないい人が多いあーエマさんから見たらもうみんなばっかじゃないと思って見てんじゃないですか素敵ですもんねエマさんね、うん、どうしてんでしょうねエマさん僕も食事制限だけで一回痩せたことがあるんですけど、うん、やっぱりね元に戻りやすいので、うん、運動は大事だと思うんですけど、ね、なんかあのただ減るだけで綺麗な引き締まり方とかしないですよねそう。 それは良くない一気に結局リバウンドした時って増えてません、うん、それ以上にそうそうんですかねあれ僕の知り合いも増えましたから、はあ、結構ねバッてこう痩せてその後またバッと戻ってますので、はあちょっと大変よねなぜかあの増える時増してるっていうのはね <laughs> だからやっぱな徐々にいや食事制限もしながら、はい 運動もやりななががらいいのかと僕もジムに通いたいなと思ってて筋肉つけたいなと思っているんですけど長時間あるんですかだからね結局無駄になるのが嫌だなと思ってでも僕ら世代って結構高いんですよジム高いですよねなんか若者6,000円とかがあるそうですよなぜなんでしょうね本当に私は1回1万円のプールに入ったことがあります 1> 1万円、はい、知ってあのー、つまり回普通のプールなんですけど、うんあのー、入会して1回で終わったというね 1>, あ<ー>1回1万円のプールに入ってしまったねだからねそんななったら、はい、入会金やら何やらがあるので、うん、大変じゃないですかいやもうそうですね私もちょっと時間見つけて歩こうかなはいってなわけで皆さん どうでしたかね今日はなんかねあのミキサーの方にたくさんの方が入っていただいてね <laughs> では20秒後お楽しみあれあれはいあのつぶやく、はい、あれでお願いしますすごいですね今日特番かなんかなんですか今日ちょっとアイドルの子たちがこれ局長何のアイドルんです OBP、ね、っ沖縄ないすごいんですか うん、すごいですよ。ごめんなさい、無知でえ今日も2時間やってきましたが今日のはねちょっとあのよかれと思ってやったことっていうテーマだったんですけどあの皆さんきっとねリサーチがうまくできててねあのそういう外すっていうことなかったんでしょうね。 はいえー、私も一緒にというか仕事をやっている中で若い子のフォローに入ったりとかするんですけどその頃そういう時にこにミーティングでよく言われるのがいや別にここであのすみません、エさんここで入ってもらいたいと思ってないんですよと。だかからどうにかの フォローに入る人たち「どうにかできないですか?」とか言われたりすると「あの人たち、まあ、みんなでじゃあちょっとミーティングしましょう」って言うと必ず出てくる言葉が「良かれと思ってやったんですよ」でて言でもね」って前も話しましたよね「でもわあの悪気はなかったんですよ」「分かりますよ」と。悪気があってやったんなら困るけど悪気がないんだからいいでしょというところにこう「あのよかれと思って言って 行,た方たちは行動した方たちはどうしてもそちらにあの落ち着いていくんですけどもあの何ですかねでも私その良かれと思ったとか良かれと思ってやったんですよねっていうところにはちょっとちらっと番組中にも話したんですけど責任というものを感じないというか良かれと思ってやるんであればこれを私は持ってるんですけど どうですかって。相手に一度確認してから、あのー、行動に移すとか、あの、中心で動いてる方たちに一応伺いを立てることとかが大事なんじゃないのかなと。決してそれは仕事とかに限らずだと思います。例えばプライベートでお友達とこう、なんか食事に行っててね、今日、私ちょっと、 あのこの頃仲良くなってるお友達がいるのを連れていくわねなんていう時にあのよかれと思ってこの自虐ネタ的なことをね言ったりして仲間内の話をしてやっぱりそれを言われた人はそこまでまだ仲良くない人に言われたら嫌なんじゃないかなってやっぱりその辺の自分と相手の違いはいつでも意識はしておかなくてはいけないんじゃないでしょうかねと。 いいつも私は思います。だから不思議とあのみんな分かっていながら理解してない行動分かっていながら理解していない言動つまりこの自分が発するものに対しての,あの無責任さとかそういうのを私はちょっとこの頃感じる場面が多くてそこをちょっと皆さん見直していきましょうねという話をよくするんですけどもあのやっぱりこうねちょっとこう。 ただただこう。あのー、自分から何かが溢れるのは素敵だと思うんですけど、無責任な。このダダ漏れ状態はいかんせん。どんなもんかなとあのー、感じております。皆さんどうでしょうかね？ちょっと寝る前にこうふと今日どうだったかしらと？とおせっかいだったかしら？あの無責任じゃなかったかしらね。なんてちょっと振り返ってみたら明日迎える。 一日がそしてこれから何かが変わっていくのではないでしょうか、えー、そんなこの積み重ねが自分がやりたいことを目指していることに、えー、早くたどり着けるのではないでしょうか何か楽しみになってきますねいかがなもんでしょうかあのー、どうぞ皆さん是非ちょっとだけ自分が発した言葉起こした行動 振り向いてみていただけたらと思いますではでは後ほど てなわけで2時間やってきましたねあと残すところ5分ちょっと皆さんありがとうございますねなんかこの一人語りの時もこう皆さんこうコメントあげてくださってありがとうございます、えー、ひいさん意外とこちらがおもんじていない言葉が相手の頭に残っていたりするんでしょうね本当ですね、えー、かいさんこの語りのコーナー大好きです 嬉しいなあこう、ちょっとね、モニターの時間をチェックしながら、局長の顔を見ながら、このスピードでいいでしょうかって、こう、確認をしながら、ちょっとまだ局長に頼りきってるエリューでございますが、あの、語っていきたいと思います。えぇ、ー、ヒッサ喋らない一ど時間がないとわかりま、ん ないと分かりませんです <laughs> 不器用なんで、あまあね、確かにね私もそっちかもしれません。えー、そんなこんなでね今日たくさんのコメントいただいております。ちょっと今日ね、すいませんね、読み切れなくって。えー、ひーさん、思い込みと本人の望みって話聞いて,る聞いてみるまで分かんないですなって。本当ですねとりおさん、すいません。なんか今日ちょっとタイミング合わなくて拾えなくって。 えー、なんかもうトリオンさんハイボールいけてんですね、くにちゃん。あの、えこれなんて読むんですか龍馬って読むんですかなんて読むんですかあの、国あくにちゃんさんのバッテンさんへのあの焼酎、飲みすぎなのかなみたいな。さつまいも焼酎。ほう、ありがとうございます。えー、こんんな感じたくさんの,あのコメント切って いいただいております、えー、さん私は人見知りだから自分が知らない仲良しさん連れてこられても困っちゃう。なんか可愛いですね、こういう子ね、はい。間に入ってつなぎたくなる私でございます。え、こんな感じでしたけど、あのー、 緊張ししますね松岡さんでしたっけいやっとなんか2時間かけて覚えたから <laughs> なんかでもあの最後のねこの一人語りの曲とこの切れていく感じとあのエンディングうまくつながっておー拍手しようかなと思って <laughs> 結構難しそうですよねだから私もあのミキサーできなくて全部あの丸投げで頼っておりますがどうぞよろしくお願いします。<laughs> はい あの私の突然のツッコミ、いろいろあると思いますが、今度、組むときは、覚悟を <laughs> い <laughs> いや。それはできないかな、鎧か冑ちゅうで来てください。そんなこんなでございますがね、ひいさんもあの松岡さん覚えましたよ、はい、ということでね、はいあのー、えき、ー、のわファミリーはどんどん増えていくというね、そんな感じでございます。今、ね、ここスタジオいい感じなんですよ局長とね キャン君がこうかっこよくこう見守ってる感じ。ちょっと気持ちいいね。このままなんか黙っていたくなるぐらいいい感じの空気が流れております。あのー、なんかこの後のギノ・ガルフさんのあの番組がすっごい素敵らしいですね。私もなんか今日、ちょっと普通と違う空気感があのギャラリーに流れてるなと思って。なんかね、私がこうちょっと万全しちゃうよりも皆さん楽しみにこのまま切らずにつながっていただければと思います。なんかこう、ワクワクしますね、こう。ね。 ちょっとキャン君の方から番宣していただけますか次の番組していただけたらなと思います次、義野ガルフの方はあの実は OPP ていう沖縄美少女プロジェクトっていうアイドルが来るんですけど今、東京組の子たちが沖縄に来ていてそれでちょっと今日は出演して30日のイベントの宣伝をするということで30日にイベントは何のイベント実はの あのー、海浜公園のほ、はい、あで、のー、ライブをするんですあそうなんだええー、すごいですねこれまた楽しみですね、はい、じゃあぜひぜひきっと番組の中でチケットのね<ひ>入手方法とか出ると思います皆さんどうぞ楽しみにしてってくださいよはい、えー、最後の方でこのコメント読んでいきたいと思います抜天熊五郎さん霧島いいですね霧島何か何種類かありましたねなんかあのー、響きとしては私はあ,のー、あかね 霧島何でしたっけあれがいいなと思いましたけどね。でも飲んでみて私が好きだったのは黒霧でございます。ひ、え、り、ー、さん、こよいも皆様ありがとうございました。いつもながら愛してます。はいうわけで最後はこれでいきましょう。ではきゃんくん。君みんな愛してるぜ。いやもう、どうしましょう、えー。では松岡さん、いきますよ。<laughs> 何<を>えっうん、実、え、感、ー、がないので飛ばします。 はいみんな入りましたでしょうか、局長の愛してます、この番組は最後、必ず愛してますで、ね、しまいます。すね、てなわけで皆さん、今週も1週間楽しんでくださいましはいいい1週間お迎えくださいませ、ではではみんな、愛してるよ、素敵な夜を、ではではお疲れさまでした。